視聴者の皆様、大変お待たせいたしました。それでは本日3回戦を開始したいと思いますが、まずは3回戦の解説を務めてくれる素敵な僕の師匠を紹介しましょう。どうぞ。師匠ではないかな。あれでしょ。皆さんこんにちは、アルミの谷重美です。今日はよろしくお願いします。お願いします。師匠ではない。師匠ではない。師匠ではないです。いや、弟子入りした記憶があるんですよね。4年前ぐらいに。いや、弟子入りは認めてないです。認めてないです。でも、国根さんのお店に行った時に、はい、そうか、豊田君は他人の弟子だから俺の孫弟子なんだなって言われましたって言われた、はい、でも僕、国根さんに弟子だっていうふうに認められてないんで。あ、なるほどね。お前のような不出来なやつは弟子とは認めんと言われてるんで。辛いですね。はい、なんで僕は弟子じゃないんで、孫弟子でもない。あ、なるほど、わかりました、はい、じゃあ、まあ赤の他人なんで。赤の他人です、はい、冷たくやっていきたい。ちょっと喧嘩越しでいきましょう。わかりました、はい、解説で他人さんのこと全部もうバラしました。全部バラしますからね。多分帰りは命ないと思う。あ、なるほど、わ、はい、かりました。あと奥でゆっくり話します。わかりました、はい、じゃあ本日はよろしくお願いします。さあ、というわけで、3回戦を戦ってくれる4人の選手を紹介していきたいと思います。じゃあ皆さん集合。さあ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 、ではまず軽く自己紹介を。はい、皆さんこんにちは、マーチャオ秋葉原店禁煙店の下井茂樹です。ワイルドカードではいはいはい、そうですね、特別出場でね、復活させていただいたということで、まあ、ちょっと失うものはないんでね。確かに、はい、あとはその上司との関係性とか、はい、まあ、そういったものも考慮しながら、まあ、選択していきたいと思います。あれとも、はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、そしてお隣、Going、はい、あ、Going がある。皆さんこんにちは、マーチャオ吉祥寺店店長アルガです。今日の1回戦でちょっと我が部下ホンダが確かにね、無念の敗退をいたしましたので、その無念をここで晴らしてやろうと思います。よろしくお願いします。お願いします。さあ、そしてお隣、はい、皆さんこんにちは、下北沢店の、坪井です。いや、今日はプロにね囲まれて勝てる気はしませんが、勝てたらね、すごいんでしょうね。そう、いや、すごいです。すごいね。すごいすごいすごいっす、ね、よくやったよ、坪井くんは、うん、ありがとうございます。あれね、あれ、これを勝ちを譲ってくれる流れではない。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 よろしくお願いします。はい。さあ、そして最後どうぞ、まあ、はい、さっきもね、さっきも解説をやらせていただきました、川口店の大中です。ちょっとメンツが辛いんで、ちょっとね、確かに厳しいなとは思うんですけども、そうですね、坪井さん入ってないので。さあ、皆さんもねお気づきの通り、誰が、坪井さんを食べるかのゲームになるそうです、餌です。そうですよね、餌です。 RMU B 級ライセンス最高位戦のもう AD がみんなからめっちゃ強いって言われているアルガさん、そして来季 A リーグ、いやいや、あ、 B1 リーグの下石さん、やばいやばい。で、え、ただの麻雀講師ですけど。あ、講師ね。麻雀講師なら強いよ。それは強いよ。それは強いよ。はい。勝てる？勝てる勝てる。よし、頑張ろう。勝てるか。さあ、下井さん、ジャンプアップできたんで、多分今一番流れはいいと思うんですよ。はい。ラッキーで上がってきて。はい。どうした？どうした？なんで緊張してるんですか？いやいやいや、え？あ、それで、はい。はい。どうですか？勝てそうですか？いやー、ちょっとさすがにメンツも辛いですし、はい、皆さんもあのマーチャオではもう大先輩の3名様なんで。なるほど。お三方、はい、なんでそのこのルール自体は僕が一番経験が浅いんですね。ああ、なるほどなるほど。なんで、まあ先に言い訳しとくみたいな感じで。なるほどなるほど。ちょっと君長いねアルガさん、ちなみに、はい、あの最初吉祥寺予選の時すごいすごい歌って見事トップだったんですけど、今日このメンツの自信は、いや、もうなんていうのかな、自信っていうかもう背負ってるものが違いすぎるんですよねちょっとだって下北打線あれですよね、戦ってないですよね。いや、戦いましたよ。あ、一応あのザコどもと戦ってザコと戦ってたけどね。そうで、僕はもうあの吉祥寺で全て背負ってるわけですね。お、なるほど、はい、やっぱかけるものが違うんで全然失うものないんですよね。背負ってないですよね。はい、あ、もう
すいませんね。はい。なるほどね。そういうことです。なるほど。じゃあ、フラグが立ったところで、フラグを立てたところで、じゃあ皆さん、頑張ってください。はい、では、お席にどうぞ。すいません。すいません。さあさあ、座りたまえ。まあ、一次予選と同じく、2半チャン勝負で、1半チャン50分プラス1曲となっておりまして、トータルトップは本戦に通過、トータル2着はワイルドカード、本日番組の最後に引いてもらえるワイルドカードの5分の1です。5分の1に抽選受けれるので。なってません、そんなところは。おお、さすがです。さあ、では。さあ、では皆さん。鼻かむんじゃねえよ。ちょっとねえだマイクに入るだろ。マイクに入るだろ。いや、ちょっと集中したいんでしょ。なるほど。こっちの集中力を乱すんですよ。全部奪ったやつだよ。星ずティッシュ言わない。あ、俺、精神攻撃。雨も必要なんだ。さあ、というわけで、じゃあ皆さん、準備がいいですか。もう準備できれば始めてください。はい、よろしくお願いします。さあ始まってますよ。始まってんの。始まってますよ。始まりマンボウです。始まりマンボウ。もうちゃんとやってんの仕事。うっす。ドラガナン。ドラガナンですね。トイ曲親が大中ドラガナン。ツボイがトイツですかね。ツボイが結構いい。もういいシャンテンですねこれね。あら早っ。早いですがカンウーピンと最後シャンポンになるんですねあれね。うん、さあというわけで、さあオープニングはね緊張感なかったですけど、解説室はバリバリですね。めっちゃ緊張してますよ。マジですか。もうしゃべれ、あんまりしゃべれないと思うんで、はい、お願いします。サポートサポートは大丈夫です。弟子の豊田さん。いやいや、弟子になった覚えはないです。言っとったやん。弟子になった覚えはよく考えるとちょっとないですね。さあアルガがリャンシャン店ですね。おお、つぼい。これ本一もあるんじゃないですか。本一ありますね、これ。これ泣いていくかもしれないですね、本一ドロドロで。ね、ただ、下石がちょっと、なんを打たなそう。大中もまだ打たないですよね。うん。下石は、1、2、3の3色が見えるんで、はい、なんか、有効牌引いたら切りそうな感じがしますけどね。なるほど。チートイツのイーシャンテになったらちょっとね、はいはい、出なさそうですが。もう切っちゃうんですね。切ってもいい、イーソーとかね、引いたら。はい、なん切ってもいい気がしますね。なるほど。さあさっきと打って変わってめっちゃ麻雀の話してます。あれこれであテンポってるじゃん。すごいさん、カンウピンでイーペイコードラドラ。ほんとだ。あれいつの間に数万が。あれこれ本一行かなあ。あーっとこれでシャンポンに。さあシャンポンになりました。シャンポンにしたか。数ピンとナン。これでもナンうっかりね、劇さんから、劇さんかお腹さんから、これ2人ともまあまあなんで。確かに下石お腹発射台です ねドラなんなんでね、あんまり出上がり期待しないでカンウピンの方がいいんじゃないのって思ったんですけど、これ上がれる可能性ありますね、シャンポンで ね。 そうですね。これどうなんでしょう、こういう時カンウピンの方が、まあなんあんまり、まあでもオタク風だからね、まあ、みんなが役配っていうわけじゃないんで、はい、これ役配だったらカンちゃんの方がいいかなっていう気はするんですけどね、うんうんうん、なるほどなるほど。なんだとねポロッと出てくる可能性も確かにそうですね。その前でもローマンとこちょっともなんか外してもいいかなっていう感じがするね。はいはい、面本ドラドラ。そう、本一に向かってね。どうなりますかね。これもまずいんじゃないですか、大中市。打ってもおかしくない。うわー、打つぞ打つぞ。シュートゴール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 、うるせえ。ゴール決まった、日本先制点を挙げました。決めたのはマサーキー。さあ8000点。トヨピーうるさいって書かれてる。いやここはね叫ばないと。叫ばないですね。そうです。イダモトーズ。さあ、おー、マサーキー8000点リードしました。これ聞こえてんじゃないと、放銃した後聞こえても大丈夫だから。大丈夫ですね。大丈夫です。さあというわけで、トーンの2曲になりました。ドラが数万。いやー、お腹しい、ちょっと。と辛かったですね。まあでもお中さんはね、これで負けると、あの今年もらったね B 級ライセンスを返上するって言ってましたんでね。あ、やっぱりそうなんですか。まあアレミューはね、やっぱり勝たないと、はい、強さしかねいいとこないんで。
アレミはね、はい、ちなみに麻雀連合もあのうちのスタジオから1月1日で認定プロになる人が出るんですよ。ムク大樹っていう人。え、そうなんですね。ただあの人もなんか年末までに負けたら返上みたいな感じで、やっぱライセンス系の団体はそうなっちゃうんですね。そうなっちゃうね、結果出さないと。なるほどね、うん、もう半年ぐらいでね失うことなんでね、お腹さんは。確かに。けれどね、いきなり8000報酬ってね。確かに。もう今 0.5B ライセンスですよ、ね、0.5B ライセンスぐらいですB ダッシュライセンスぐらいです。 B ダッシュライセンスぐらい。やだな、半年でなくなったら。確かにそうですね。大中さんが今まあ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 かな。さあ坪井はおちゃんとあの方に向かう。下石もまあまあまあ、みんなまあまあですね。そうですね。大中がまあちょっと一番良さそうですか。しかしあアルガもいいシャンテンですね、うん、みんなちょっと手がぶつかりそうな。はい、アルガは親ですね。坪井はね、なんかまあ大した手ではないけど、まあいいシャンテン。そうですね、本店取りますかね、これね、カニヤンマンの。さすがに取りますか。あ、お天杯。さあ来ました、アルガリーチドライチペイとイーピンのシャンポン。ペイとイーピンは両方場に1枚出ています。この世界だとペイ止まんないそうだな。そうですね、山に1枚ずついます。ということは山に2枚。え？それあれ？もう義務みたいなもんなんですよね。あ、そうなの。2枚の時は言わなきゃいけない。矢島徹プロとの約束なんで。あ、なるほど。これは無理だ。すごい。データローンリーチドレッチ、これ裏乗っちゃうか。あ、乗らない。3900。しかし出馬祭。さあ、しかしこのペアはもう無理っすね。ちょっと厳しいね。捨て牌もチューンから打たれててね。そうですね。メンツの手に見えるんで、一枚切れのペアは厳しいな。そうですね、しかもつぼいもいいシャンテンでしたよね。さすがに無理か。さあというわけでトンの2局1本バー、アルガのレンチャン、ドラがいいピン。あ、ただ打ったつぼいがかなりいい手ですね。なんだこれ、なんだこれ、え、いい手ですね。ヤンシャンテンですか、あれ。ヤンシャンテンね、もうやばジャン島がない、できればもういいシャンテンなんで、結構、まあ、結構いいですね。確かにほっといても余裕でテンパいそうです、ね、うん。さあどうよ、うわー、さらにやんちゃ。あ、3ピン切ったか。延べ単系になるので数ピン単ピン、単ピンこれぐらいの手だったらね、シャーク打ってもいいかなって気もするけどね。あ、3ピンダイレクトも嬉しいですもんね。そうだね、3ピンも数ピンもね。確かに、わー、おー、結果オーライ。まあでもね、上、まあ、そうですね、頭できて、ローマン引いて、またはね、まあ、ヤンウーマンチーマンとか引くとね、あのそこでマンズでちゃんとと1メンツができて、はい、566がピンズの行きそうですね。いやー、しかしすごい恵まれてますね。恵まれてますね、はい、さっきの8000といい、このハイパイ、うん、ただこれ このメンツでね、プロじゃないのは坪井くんだけで、はい、やっぱね、なんかプロを全部倒してね、でもプロって大したことないですねみたいなことをね、言いたいって言ってましたね。ああ、なるほどね、これでもチャンスですね。いや、しかしアルガがつけてますからね。いや、このメンツ最強の選手が結構強いんだな、このメンツ。いや、もうアルガさんとかやばいでしょ、もうねえ、ペヨンジみたいな顔してマージャン強いんだよな、本当に。下石もなんか僕のこと褒めてくださいみたいなこと言ってましたよ、さっき。お、そうなんですか。そう、解説したらもうぜひよろしくお願いしますみたいな。へえー、まあやることやったら褒めてあげましょう。まあやることやっても褒めないけどね、下石はもう、ね、落として落としていこう。なるほどなるほど、うん、まあ遠い面にペヨンジュいますからね。そうだね、ロンチュセヨみたいなこと言うんでしょうわー、どうすんだこれ、うめえ、どうすんだ。ローピン、ローピン1枚切れてる、うんうん、あ、これスチーピンになったらすごい良さそうに見えるね。激ヤバですね、スチーピン。山4か、スチーピンは。そうですね、山4ですね。スチーピンにしたいね。チーピンにしたいですね。まあまあ、もちろんカンローマンズバッと引いたらね、ウッパーソーでもちろん十分ではあるけど、ま、確かに。ウッパーソーも山よなのこれ。これなんかもうツボイのための反曲じゃないですか、これ。もしかしてツボイこれなんとかテンパイしたいな、両面で。さあどうよ、うん、これはツボ切りとかか。ウーピン切る手もあるかな。ウーピン切ってパッとミスチーピンながらさ、そうなんで小さそう。あ、まあでもこれは完全にインシャンテンなんで、なるほど、 あまり入らないポンもチーも全部できる、はいはい、形なんで。あ、それでね、おお、これはね、すごい。これ僕だったらね、これテンパイ取れてないですね。そうです、僕も取ってないですね。僕ウーピン切っ
ってスチピン固定して、はい、マンズでイキメンズ1アンドできてみたいな感じで打つんでね、はい、面前手順なんでこのテンパイ取れてないんでこれ上がれたら ね、いや僕これを3900にしたくないんで。なるほど、泣かないですね。いやでも坪井君でもねトップ目なんでね一本馬だしね、はいはい、悪くないんじゃないですか。うん、なるほど、上がれたら大きいですね。確かにそうですね、上がれるとさっき、うん、さっきの宝珠軍帰ってくる。おローマンがアルガに行ったから、あれ、あ、これローマン入ってた、入ってましたね、ローマンレジェンド入ってましたね。あ、僕はス、あ、僕スッチピンだったのか。そうですね、僕たちスッチピンになってます。そうかそうか、この曲どうなるか。スッチピンになってこれ一発スモしてたとか、あ、それはなかったのか、うん、スモではないんで、はい、下石がチーピン掴むのかな。なるほどなるほど、下石から食い取ってるんで多分。お腹ドラポン、ドラポン行きました。下石がドラ打ってドラポン、下石も3色イーシャンテンなんでね。うん、ただこれローマンってもうアンコられてるんで。そうですね、山に1枚しかいないのか。はい、さあお腹はイーシャンテン、ペイを、あ、ドラポンしたがペイを泣けないと役がありません。ペイバックか。はい、あれ、そうだな、これ飲んでいいですか。レッドブルね、ドラ1ピンでした。ドラ1ピン、失礼しました。ちゃうやん全然ちゃいました。あ、ローマン積もった、1000、2000やりました。ドラ表示が1ピンだと思ってましたね。さあタイヤは赤か、最後の1枚、これは流れ来てますね。流れ来てるね。いやこれ泣いても泣かなくても多分上がってるね、これね。そうですよね、これ流れ来てるね。これは来てますね、流れ。マサーキ、マサーキのあれ、あれですよ、あれね。プロをこれ全員やっつけるという。確かに坪井さんはあれですね、下北沢店の副店長さんですね。そうですね、あれこれハイパイだ、いやまずいっすよ、本一自敗3統一。あ、これは、あ、しかもなんか全部泣けそうなそうですね。さあドラが3層、トン3曲、おやつボイ、ペイから行きましたね。本一に見せないようにちょっと意識したんじゃないですか、もしかしたら。なるほど、いやでも少数詞が無理です豊田さんは、トヨピーさんはね、薬満キングなんでね。そうですね、薬満をやたら上がるんでね。確かに、まあその分狙いますからね。そうそうそう、1ヶ月で5回上がったことがありましたか。5回だったっけ、なんかもうちょっと多くなかった。いや確か5回です、5回だったっけ、5回か6回です、ね、一緒に働いてた時ね、はい、6年、5年前ぐらいか。そうですね、ね、積も数1日2回上がりました、ね、上がりすぎでしょ。そう、めっちゃおもろかった、あの日は楽しかったっす。いやいや、そりゃ楽しいやろ、あんまり楽しくなかったって言われてもね。俺がロンと言えば全員飛ぶぜ俺に振ったら飛ぶぜみたいな日だったんだよ。ん、これはアルガがちょっと警戒してるのかな。シャオみたいですね。これでシャオポンで、これで、これでピンズの本質に見えないんだよね。そうですね、9ピン切ってますもんね。そうなんだね、こういう風にね、もう想定して多分9ピン打ってるでしょうね、ペイ9ピンって。なるほど、ドラの3層も打ってるからね、これ何点って話、ね、うん、確かに。さあ白本質5800のテンパイ、下石のパーピンは発射台ですね。大中が、大中氏これパーピンやばいんじゃないのこれ。これパーピン、パーピンやばい、あらー、だだだだーだーゴー決まった5800、7300、白本一は5800です。あ、一本目じゃないではない、一本目はさっきか、はい、でかい。さあ日本2点目を入れました決めたのは正明あ、いや下石が補充するかとは思っていたが、まさか打ったのは大中勇気でした。まあでも大中もな、いい手だったんだよな。そうですね、いや大中ちょっと坪井と噛み合ってますね。ねえ、これはまずいんじゃないですか、これ流れ変えないと。これ2回戦勝負の上位1名勝ち上がりって、はい、1回戦目トップ取った人相当有利なんですよね、はい、そうなんですよ。あの2回戦で目で、はい、あのポイントに合わせて相手にね、どこにトップ、もしトップ取られてもね、この人だったら OK みたいな、そうそうそう、選べるんでね、うん、だいぶ有利なんですよね。坪井さんこれ勝ち上がりあるじゃないですか、これ。確かにこれありますね、副店長、ね、時代が。しかもこれもし、うん、まあ、今回ドラ数ピンなんで打点はないですけど、うん、早めに大中からまたパイプラインできてるんで、ロンって言って飛ばすとかもありますから。ありますね、
これでも他の人もね絶対トップではないんだよね。まあそうなんですよね。まあ次回ね、あの坪井さんにトップ取られて自分がトップさえ取れば2着ぐらいつけておくとね、結構、そうなんですよね、結構まくれるんで、はい、2着まではまだ現実味があって、最初戦ラスはちょっときつい。大中もチートイトのイーシャンテンですね。はい、ヤンマンとかですか、はい、おドラヒョウの3品を切りましたね、うん、なるほどなるほど。さあしかしルガも両面両面サブローピント6球枚、はい、さあしかしそんなドラは山にあと1枚ドラ重ねて転敗したいね。うん、ヤンマンはちょっと良さそうに見えるもんね、捨て牌からは。そうですね、場に数万がすでに1枚出てて自分が2枚に数万持ってますからね。山に2枚か、はい、ヤンマン短期はまあまあいいマチですね。さあ、うん、一番手は誰だ、お腹か、やはりパーピンも良さそうに見えますね。ここでチート率9ピンがね、そうですね、あのもう3枚見えててお腹の目から、確かにみんなが9ピン打ってるんでパーピンが良さそうですね。実際にパーピン、はい、山さんですか。パーピンは山さんです ね。これお腹は多分ねこういう読みまあまあできるんで、なるほど、山読みが。さあ下石が両ピン持ってきちゃった。さあ両ピンもちょっと考えましたね、うん、ドラとでも両万よりはやっぱりよくは見えないんでね。そうですね。さあ下石が両ピンをポン、いやこれ数ピン今重なったら結構まあまあ上がれそうだな。そうですね。さああるがイーシャンテンです。ただ数ピンも4 1枚しかいないのか。あれ、あこれ数ピンなくなっちゃったかな。数ピンなくなっちゃいましたね。なくなっちゃいましたね。なくなっちゃいました数ピン。お腹がドラにこだわると厳しい。さあチーピンが来たがもう自分でペイを切ってるので、うん、さすがにアンコテは無理。パーピン打ちましたね。もうね、ほうパーピン、なるほど。マルガはこれで万全のイーシャンテン。はい、さあ坪井はウーマンが完在でありますが形がまだまだきつい、うん、ウーマンを1枚切る、なるほど、大ピンをこぼすね、はいこれで大中の多分スチーピンを打ちづらくしてるんですね。そんな麻雀の話分かるの、トヨタ、え、トヨピン、いやちょっと分かります、ね、ちょっと分かるんだ、はい。さあ坪井さんもう手の内は結構厳しい、うん、まあちょっと守備的に馬先に打ってチート率も見ながら。そうですね、下石は来ちゃダメな方の想像が来ました。さあ大中どこまでこの形のままいく、さあやっと天杯入りました。あるがリーチサブローピン、メンピンドライチ、メンピンドライチ、山5枚サブローピンですけど山に5枚いますよ。いや今4枚になった、今持ってきて4枚になった、4枚はこの順目で4枚ですよ。いやかなりいいマチですね。強くないですかこれ。いやかなりいいマチですね。しかも2ピンポンされてね、みんな使いにくいですからね、3ピンポン、ね、そうですね。さあ坪井が、坪井トップ目の坪井長考して時間を稼いでいます。50分プラス1曲なんてこと言うんだ坪井いいやつなんだからそんなことしないよ。いや人間蓋を開けるまでわかんないですそんな、さあどうだ大中、そんな悪いこと考えたのはトヨピーぐらいだよ、みんないい人だよさあどうよどうよ、今はるかの何ですか今のブン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 みたいな稲妻相撲ですね。稲妻相撲僕もよくやりますよ。なるほどね、積もりませんでしたよ稲妻相撲。稲妻相撲やった時は必ず積もないといけないんですけどね。なるほどね、まだまだですね。さあつぼい、お、転敗しましたね下石が。中膨れローソンとパーソンのシャンポンですね。なるほど、パーソンが1枚切れてるんで、ちょっと待ってください、ローソンいますよローソン1枚とパーソン1枚か。ローソン1枚いますよこれ、そんなことあんの。いますね、あのローソンいるんだ。想像高めなんですけどね、誰もローソン持ってない。ローソンいるんだ。さあアルガのリーチにパッピンをしましたね。そうですね。さあ大中、ついに早い段階でチートイーシャンテンでしたが成就せず、アルガのサブローピンもいないですね。全くまだ吸収されてないですね。そうですね、まだ4枚なんですけど、お、つぼみギリギリイーシャンテンに、おっとさあ町が変えれるが、そうですね、パスを切ると振り点に。そうですね、さあそろそろいるだろう。いない、まだ4枚いるの。サブロスオーパーソーってどうなんだろう。サブロスオーパーソーは3層がもうありません。でローソーは1枚ある、でパーソーも1枚で、まあ1枚増えただって、うん、
下石も一緒ですね。さらにチーピン、ドラスジのチーピンどうするか。押すか。結局ローソーとパーソーしかないので、押しましたね。押しましたね。ということは、まあ、お腹もうっかりテンパイできない。まあアンパイもないんでね。そうですね。うん、パーソーも全然通ってないですからね。ワンチャンス。さあなんだ。サブルピン本当入ってますこれ。タクにあれスリアロー、あーやっと1枚いた。スリアロ特有のあれじゃないですか、ワンさんじゃないですか。いやワンさんマジ強いんですよね。3枚ぐらいだったらペロッと食べちゃいますから。お腹パーピン、さあお腹いいシャンテンで回っているがどう。いない。あの積もり方確かに。見せつけるからだよね。いやーまだ3枚いるよ。あーこれしょうがない。でも確かに急走もしかしてよさげだった。いやでもしょうがないですねこれは。さすがに無理ですか。さすがに無理だな。自分で一番切ってるペイが返ってきた。お腹はこれスランコテンパツとかないね。大丈夫はないですね。大丈夫。うわいないのかこれ。あと山に何枚。いや3枚まだ枚。ああここで2枚さらに。あしかもあまあトイズ落とししたんでテンパイはしてないですね。イーシャンテン。うわこれはこれ切る範囲、まあ、スイーソーとチーソー、いやチーソー通してて、はい、イーソーリャンソーが3枚見えてるんで、あスソーいける、まあまあと、まあまあ切りやすいですね、うん、はいはい。さあというわけで配定です。なんと山に2枚でサブローピン上がることができませんでした。さあ下石あるが2人テンパイで流局です。さあトンの4局日本映えと参ります。これはドラマ大長さんがね本当の真のゴールを決める点数が確かに近くなって、これはやばいですよ。日本馬で8200点ですもんね。そうですよね。5200は8200でちょうどですね。あなるほど。52はパー2でまだ続行続行。なるほど。0000になってね。はい。あれ大長さん今コメントにあったんですけど、背景でスーアンコを積もう、スーアンコ積もってた。嘘、え嘘、やっちゃったか。やっちゃった系か。やっちゃった系か。これはまずいっすよ。スーピン、そうか。厳しいな、視聴者しっかり見てるな。見てますね。あれツモまで行ってたからちょっと全然追ってます。まあ当然追わないんですけど。さあおーっと下石手配が良かったが、大中もペン3層引いて引き締まりました。1,2,3の3着になる可能性もありますね。そうですね、2層にくっつくと。さあ坪井はちょっと遠いか。下石も下石、ね、そこそこいいシャンテンですね。いいシャンテンですね。ピンズにくっつくとね、関連層は引かなくてもピンズにくっつくとマンズとピンズのいいシャンテンになりますね。そうですね。さああるがいいシャンテンまで来ましたよ。坪井は三色系。あこれでローキューマン、リャンウーパーピンローキューマンですか。はい、すごく広くなりました。お腹もマンズが2冠になりました。アールガリーチサーブロッチ9層。その言い方。超強いですよサーブロッチ9層。サーブロッチ9層は強いですね。ローソーが1枚で三蔵が場に1枚山6ですね。え何これ9層がまず1枚山6です、はい、山6。今稲妻相撲しましたよ。今稲妻相撲しました。違う、今のはカゲロウ相撲だな。カゲロウ相撲、ゆらゆらしながら相撲さんで。なるほどね。稲妻相撲とカゲロウ相撲があるんです、ね、違いますね。カゲロウ相撲はゆらゆらして、どういう稲妻相撲はちょっともうちょっと早く動くんで、はい、キュッ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 と。なるほどね、どういう効果の違いがあるんですか。それはちょっとここではちょっと言えないですね。言えない、企業秘密ということで。なるほど。僕もたまに RMA リーグで使うんでね。はいはい。ちなみにどういう時に使い分けるんですか。効果はいいとして、いやそれもちょっと言えないですね。それ, すかそれでほらですか、どういう町かバレちゃう可能性がある。あここで言っちゃうと町によって、もしかしたら町の強さによって変わっちゃったりする。なるほどね。はい、あんまりいい町じゃない時は使えないんですね。なるほど、うん、国根さんに聞いてみようって。国根さんもできるんですか。国根さんはねできないですね。そういう恥ずかしいことはできないですね。あなるほど、テレアさんなんで。恥ずかしいことをやってるんですね。やってますよ。僕はもうあのプライドはないんでね。まあ、確かに谷さんも失うものないですね。失うものないんで、はい、彼女もいないし、黙っとけ。さあサブロッキューソーまだこれ多分枚数変わってないですよ。うん、
そうですね、まだ山6、マウンテン6です、ね、マウンテン6、さっきも言ってたね、1回戦ちょっとあの実況解説見てたんですけど、はいはい、マウンテン6言ってましたね。そうです、マウンテン6。その時もマウンテン6だったよね。そうなんですよ、マウンテン6。あ、ここでマウンテン5。マウンテン5でもそろそろだろう。はい、さすがにね、リーズもドラ、さあ、裏からの乗るか乗るか乗るか、からの、あー乗らない1200、でも大きいですね。1200は2000、3000、でかっ。これは日本馬なんでね。そうですね、漫画みたいなもんですからね。まあそうなんですよね、7000点の収入ですからね。はい、さあトップ目と2000点差まで来ました、アルガ。さあそれでは難入します。ドラが小さい、親は大中、ん、初とチュンが統一、熱い、初チュン、あ、ドラも1枚、ドラも1枚いますね。本一決まっちゃったりしたらやばいですよ。こいつは決まんないかな。決まんない、 いや、そんなことないか、まだわかんないか。そうですね、まだこっからというところではありますが、さあどうだ、あ、わお、くっついた、両面になったドラが。さあチャンス、チャンス到来。さあアルガはちょっとちゃんと含みの、あ、ちゃんと見ずに後継に出ます。お、三色マン、これ数ピン切りますかね。数ピン数ピンでフィーバーしちゃいますか。ドラが小さそうですし、カンニャンマンペン小さそう。さあこれ対局も解説も楽しいって来てますよ、谷さん。え、解説楽しいらしいですよ、やるじゃないですか。解説でも楽しいじゃなくて楽しいって書かれてます。なるほど、楽しい楽しい楽しいってどういうことですか。ちょっと面白かったね。面白かった。あ、お腹仕掛けましたね。お、さあ初を泣いた、イシャンテン。これはなんかイシャンテン、イシャンテン、イシャンテンはイシャンテンですね、一応。さあ坪井はちゃんと、下石も急走ワンコで、まだまだ。おっと、さあこれスーマン打つかな。お、完全に本一マン。なるほど、本一ボーイになりに行きましたね、うん。さあアルガもちゃんと系ですね、これまた。ただイーソン切ってるんでね、ソーズ124から。なるほど、本当だ。どうだろうね。お、アルガなんポーンからのいいピン。お、なるほど、ソーズの方、うん、ピン図がちょっと下目がいいんでね、ペン3ピンはすごい良さそうに見えるんで。なるほど、大中もあれはまだ本一には見えない感じですかね。まあ言いそう切ってるだけなんですけど、うん、それもそれも考えてますね、自分の見た目も。これ数ピンが2枚切れてるんで、そこを普通に払っていって、はい、で最後数万照らしだとマンズ待ちに見えますよね、どっちかというと。確かにそうです、本一にはあんまり見えないですね。はあ、ごときさんの解説大好きです。ごときさんの解説いいよね、まるでプロみたい。黙ってい。ね、いや僕もね、もうね、もうしょうがないね、そう言われてもね。まあそうですね、まあそうですねって。しかもごときって言われてますね、 GTK。 それはしょうがないですね。谷 D シリフミとかいろいろありますね、谷さん。そうですね、あ、お腹さんはこれ数万を引っ張って、お、少しでも本質に見えないようにって。スケベ心ですね。まああとあれですかね、下茶のアルガがウーマンが切れてるんで、はい、あのソーズの上目とマンズの上下は、はい、ちょっと危なそうだなっていう風に、はは、見えますかね。ああ、さすがに、ん、まだ引っ張りますかこれ。パースを打つんじゃないですか。あ、数万打ちましたね。さすがに数万を打つ。お、チーをしない、ジャントがなくて短期になっちゃうんだね。なるほど、これでチーマンパーマン重なったら数万盲点なんで、はい、みんな打っちゃいますねこれね。そうですね、うん、確かに短期だとねちょっと弱いもんね。うーん、アルガっぽいですねこれね。ほうほう、とりあえずテンパには取らないんですね、うん、なるほど。さあどういう大中、まだテンパすることはできない。お、これはさすがにテンパ取りますね。そうですね。さあまずはパーマン短期、このパーマンなんですが、山さんですよ。本当だ、めっちゃいますね、いつの間にやら。誰も止めない感じですよね、しかも。そうね、はい、全員パーマンつもぎりそうだな。そうですね、まあでもこれ他に町に持ってきたら変えちゃうかもしれないな。さすがに変えそうですね、はい。どうだろう、下石もインシャンテン。さあどうだ、これで変えちゃうかな。6級ピンにどうだろう、枚数的に変えちゃうか。変えちゃいそうですね、変えちゃいそうですね。こうなるとでもマンズが6級マン払って、ソーズの上かピンズか。はい、さあ6
キューピンが残り2枚ですね。あ、パーソーこれポンテン入るか。パーソー打つと。お、あるが止めてますね。大中を警戒してるんですか、これは。やはり。おー、すげえ。ポンテン阻止。イケメンか。つぼいは何を引いた。9万。9万。これアルガがチーマンパーマン打ってるね、これね。二度受けかも、もうあり得るなっていう感じですかね。しかし切っていく。6球満嫌う理由がそんなにないんですよね、はい、だから二度受けであってもおかしくない。さあ下石先輩しました。リーチ赤、町は一数万ですね。山さんですね。山さん、あ、キューピン出たけどアルガはもう町変わってる。さあアルガ、ここは降りていきますか。お、これそしてリャンマンがチーテン張りましたね。ペンチーソーちゃんと3色ドレッチ、なんと3900。おお、見えない見えない見えない、見えないぞ。誰これ。あ、チーソー、チーソー、チーソー、ロロ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 ちゃんと3色ドレッチ3900点。あら、まあ勝っちゃったよ。これ勝っちゃった、勝っちゃった。まあ、現場にね、現物待ちだったんだね、チーソー。そしたらその現物切ってる本人が掴んじゃいましたからね。そうですね。いやー、現物はまあ切っちゃいますよね。まあ、しかし掴みますかね。掴みますか。そうなんですよね。ね、掴みますかね。掴むところ。イース版の方が強かったのに。ねえ。なんか褒めてくれって言ってたんですけどね。やっぱね、腹黒い人はやっぱ掴んじゃいますよね。ダメですね。流れ的に。そうですね。僕のことを褒めてくださいみたいなね、腹黒いこと言ってたんだよね。間違いない。掴んじゃうか、やっぱり。下石はダメだよ。さあ、プロがかもられている現状です。2着目がアルガ。そうですね。まあ、ただ2着目のアルガさんもね、まだ、点差が6900点なんで、全然、うん。さあ、そんなアルガさんが親番、難2局ドラがチーピンです。アルガ4統一。坪井さんはちょっと厳しい。つぼいはちょっと受け重視の手配ですね。おー、下石も引きましたね。下石いいっすね。はい、さあお腹も悪くはないぞ。お腹でも親がないんでね、もうね。そうですね、ちょっと苦しいですね。素点を少しでも稼いで1着じゃん、3着でもいいからね。はい、まずは、なんで下石か、下石をまくることに専念。そうですね。で、親もトップ目も、まあ、3万点台のトップぐらいだったら、まあ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 っていうところなんで、そうですね、はい。さあこの曲どうなるのかな。坪井さんはまあ厳しいとして、下石、下石が一番いいですね。そうですね、この2人がメインでしょうか。親のアルガもちょっと統一が多いですね。うん。お、ドラ引いた。両面固定、ドラターツを固定しましたね。そうですね。さあ坪井も大好きな3色の方に。坪井ちょっと苦しいな。そうですね。さあまたチャンタの方に行きましたね。うん、おお、これでチートイツもイーシャンテンかな、これ。ほほー、チートイツのイーシャンテンでメンツテ、でもメンツテメインで見たいですね、これはね。そうですね。ドラがトイツじゃないんで、ちょっとチートイツだとね。確かに。ドラ使ってってなるとちょっと厳しいんで。おお、なんだか統一場になってきましたよ、谷さん。これ統一場とか分かるの。統一場分かりますね。僕でも分かんない。あ、数層引いて、さあリャンペイコー。 でもドラータートなんだよね。いや、でもリャンペイコー3班ですよ。イースー層、ドラがいい班。バニーイーソーが1枚、ウッパーソーは0枚、ウッパーピンが1、2、ウッパーピンは2枚か。2枚ですね。いや、これ難しいな。さあリャンペイコー行こう。男はリャンペイコー。馬強的にはイースー層がよく見えるんですよね。僕はこれ ね、ドライ下石の点数状況上がるだけだったら、まあちょっとでもピンズも少し休めなんで、うん、あ、同じ選択ですね。なるほど。ということは下石さんやるじゃないですか。いや、それはどうか分かんないですね。なるほど。僕と一緒で果たしていいのかという。まあ確かにそうですね。確かにそうですね。コントかも。さあどうなるかな。もうなんかリーパイがグニュグニュしてますよ。さあイースソドパーピン、お腹が少し締まってきてるね。ますね。アルガがちょっと他の2人よりかは遠い。坪井さんはもうどうでもいいです。これさあどうよ。なんだパーマン、会社違い。
いるそれ。います。会社違いは。いるの。おお、いいもん聞いた。これはいいですね。はい。ちゃんとができれば。そうですね。ローマンチーマン、ウーブソーローソー。贅沢は言わないんで赤嘘を引きたいですね。あめっちゃ贅沢じゃん。マックス贅沢やそれ。マックス贅沢。マックス贅沢。さあどうよ。ああ会社違い。会社違いいるそれ。本当にいるの。います。そんな会社違いとか言ってる実況初めて聞いたわ。いやいやいや結構いますよ。あ本当に。はい。T さんとか。T さんだね。T 田慶翔さんとか。土田さんか。会社違い言ってるな。会社違いです。言ってるかもしれない。そうです。さあどうよ。ああ親戚。親戚？あ同じ色ね。そうです同じ色。もうちょっと黙って。あ短期になっちゃったな。短期は嫌だな。とりあえずローソー切りますかね枚数とね赤ウソ。おウーソーから行った。ウーソーから行った。これはあれですねあの多分下石いや下石が、はい、ちょっと捨て牌がちょっと濃いんでいつリーチ来てもおかしくないと思ってて押し返せるように現物のあのローソー残した感じ、はいはいはい、なんかいい町が引くまでとりあえずなるほどわねほら実際にここでリーチなんで すげえそうするとねこれリアウソーすごい打ちにくいですよねうわすごい確かにそうですねうわ谷さんプロっぽいな解説がねはいこれドラタンキいやむしろ大長さんがプロっぽいですよこれ逆に、まあ、僕じゃなくてです、ね、どっちかというと大長さんがプロっぽいです大長さんかっこいいな今大長なかなか見えてますねそうですねうんいいないいと思います。っていうことはサービスでチーピン短期で上がれたりするんじゃないですかこれ。チーピンは山に1枚です。あ山に1枚です。山に1枚。はい。まあでもチーピンねこれ切って追っかけるぐらいが。なるほど。おダメか2枚切れか。そうですね2枚切れですね。点数がないからなおなかな。確かに。ドラ短期にいい町引くまではねドラ短期にしちゃうかなさすがにね。さあ。坪井さん、切る牌は、まあ、ペイの3連打でいいですね、場に1枚なので、うん、坪井はもうね、こう別に積もられても別に最悪2着目のあるが親かぶりするんでそうですね。ここで、さあ、この回数値マンイーマンが場に2枚、だから数値マンかそうですね。でもこれマンズちょっと良さげじゃないですか確かに場に1枚で、自分が2枚で3枚残り2枚ですかねそうね、残り2だけどドラ短期はちょっと上がりが厳しいんでこれスッチーマンリーチは結構僕スッチーマンリーチそうですね行くか行くか行けばかよし行け行ったリーチあの切り方ね確かにねっとりした切り方間違いない、ね、さっと切ってよみたいなね確かにねさあイスッチーマン山には2枚今イーマンもいないからねスッチーマン、ね、イーペコはもう確定してるんだよねいいんじゃないですかねこのリーチ一発目はうっぱそうだったら積もってた一発目は3万うっぱそうだったら積もってた確かに一数層外せればうー同じ町になってるでも僕も確かに僕だけですね上がってるのはええいいペーコになりやすいうっぱそう残していや赤嘘があるんであー打点高くなるんですよね赤いになるんで、はい、あ、ドラおドラでも上がれてたドラでも上がれてたよあ、いい層使った私こんなことあんのえこんなことあんの厳しいなこれえドラで上がれてた次の瞬間にイソ掴むのこれ厳しいなこれはうわ流れ悪いこれ流れ悪いあ大中もなんだよドラ短期だったよっつってましたねうわしかも下石をまくんないといけないよね大中ねそうですね残り1300点です大中さんうわ大中辛い今のこれ辛いねに落とし引っ張ね、着順落としたい下石から満貫直撃を逃してからの残機補充残機補充うわつらねえ麻雀残酷ですね残酷だねなんか牌の後先でね、はい、あるんだ ねうわこれででも下石さんもちょっと上がって終わらす親場もあるし、はい、トップが少し見えてきましたねそうですねさあそんな南三局ドラが初です親は坪井うわ今のかわいそうだなそしてそんな大中にドラが統一おさあ残り1300点の大中さんこれ突っ張って飛んじゃうパターンじゃないのこれいやこれはね飛んじゃうパターンです ね手が入っちゃってるから降りれないくてねそうですねもうぶっ飛んじゃいますねこれ誰かからリーチ来てねもう全ツみたいなね確かああ坪井さんがさっとねさあ親を迎えようとそうですねラス親なのでここは、うんさあ残り時間もどのぐらいだ多分残り10分か15分ぐらいだと思うんですがちょっとペイちゃんは少し不利な感じがするねそうですねレンチャンもできないしあのトップ面だってね、まあ、
できないし時間もあるしね。ただ上がりレンチャンなので、うん、今までタイムオーバーのことは1回2回ぐらいしかないんですよね、うんうん、まあ、ただあの途中で飛びはあったりしました、うん、でもなんかほら条件で、はい、あのいっぱい ね、 ね大トップ取りたい時に俺はそう親番でねトップ上に立った瞬間に終わっちゃうんで それだけがねそうなんだね。ほら僕みたいに親番でいっぱいレンチャンしたい人はね確かに嫌だなと思うよね。そうですよね。まあ、ただこれね本戦行くとそのルールなくなるんです、うん、あそうなんだ。さすがに本戦まで行くと、それはなしになる。なるほどなるほど。なしにしようかっていう競技を今やってます。ああそれはや大歓迎。さすがに番組もなんかちょっと冷めちゃうかなっていう。そうそうそう連チャンしたいね。そうですね、うん、さあすごいはくっつきのいいシャンテンなんだけどチーピンとチーソーのくっつき形がすごいですね。そうですね。ソーズの上目がしかも安いんで確かにソーズにくっつくとだいぶ上がりやすいですね。はい。さあつぼいも早くテンパイしたい。つぼいは親番だけどテンパイしたらソーズ待ちだったらリーチ行きたいな。点差もそんなにあるわけじゃないんでね、うん、親番なんで積極的にリーチ行きたいですね。あ、大中ドラポンしましたね。お、ドラポンできました。さあまずはウーソー。さあドラを切ったのは下石でしたね、うん、下石はイーシャンテン、くっつきのイーシャンテンですかね。そうですね。あ、違うイーシャンテンはイーシャンテンだけどくっつきのイーシャンテンじゃないか、はい、さあ、お、広くなるが3万切りますかね、うん、うん。さあその3万を大中チー。さあ遠いがここは突っ張るしかない、うん、さああるがもう少しでトップだがこの局はちょっと厳しいか。さあつぼいなん大中この局満貫積もるとね次局満貫積もで3着に行けるんでね。お大中これはちょっとどうだろう。マンズもちょっと安そうだからくっつきにするか。なるほど、うん、さあ GP を切っていました。さああるが赤はあるけどちょっと遠いな。さあどうよつぼい。お、来ました。ウッパー、そう多分つぼいはダマテンで大中の現物なんでドラポンのね。はい、リーチダマテンにするかな。いやどうだろう、これは大中から直で終わりですね。山に4枚、そう1500点で終わりか。1500点で終わりなんですよ。なんでしかし考えてますね。何を切りたくないのか。あ、いった、あの切り方確かにどうだみたいな。当たるなら当たってみろみたいな。さあリーチウッパーソー。山に4かな。山 4? 山4ですね。山4ですね。さあリーチピンフ。さあ誰が掴むか。それはもちろんこの男大長ゆき。やったー聞こえる。大丈夫大丈夫です大丈夫大丈夫大丈夫。現物なんだね。あのもう工事した後大丈夫です大丈夫大丈夫です。さあお腹本当に一発で掴みやがったなあの野郎本当に掴むな。面白い、どんだけついてないんだよ今日。ダマテンにしてたらこれ打ってたね。いや打ってましたね。うわーもう赤ウッピンとかもういけいけ。さあキルハイは、キルハイは EP の統一落としぐらいですか。歯食いしばって、あ、これパソパソいっちゃういっちゃう。おー、ウーピンローピンがね自分の目から3枚で。なるほど。チーピンも見えて3枚見えてるんでね。はい、通りやすいは通りやすいですね。いやーこれ完全にやばいですねこの流れが。うん、こんだけついてない人久しぶりに見ましたよさあどうなる。アルガはアンパイはドラポンにも打ちたくない、リーチにも打ちたくない。手詰まってんのかなこれ。アルガはそうですね指さしてましたね。なんか下石が指さしてましたね。お、パーマン、ウーマンの筋、うん、さあつぼい残り3枚ウッパーソー、まだ上がれない。さあ下石サブローピンイーマン。うわー3ピンも掴むあこの世のこの世の当たり牌が全て大中に集結しています。まあ降りるんだったら1ピンか。サブローピンはちょっと打ちにくいね。やっぱさすがにそうですね、つぼいに打ちにくいよね。つぼいに打ちにくいですねサブローピンは。つぼいもね捨て牌がリャンピンチーピンなんだね。あれチーピンリャンピンだとねちょっと取りやすいんだよね。そうですね、同じ間4件でも
うわーこれは辛いぞ。さあ大中手の内の現状は当たりじゃない牌はイーピンとローマンしかない。粘ってますね。粘ってますね。あるがテンパイしましたね。スチーソーで。スチーソー、あれスチーソーは現物でもないですね。ということはスチーソーね山に3枚います。あでもしかしイーマンが宝珠牌なんですよね。あーイーマン当たりなんだ。イーマン当たりなんですよ。であるが止めましたね。そうか。いやアルガ さすがちょっと待ってください。アルガあれイーマン、あまあおつぼいに打ちにくいは打ちにくいですけど、うわー通ってれば一発止まったーっつってね、当たってるーっつってね。確かに、うわすげーなー、アルガさすがやな。かっこよすぎでしょマジで、ね、あれ止めれるんすよペヨンジュン。やるな、やばいっすよほんと。当たり牌チュセヨーみたいなバカにしてるでしょ。いや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 、してないっすよ。アルガさんのこと後が報告しますよ。ええー、まあアルガさんには別にいいっすよ。アルガさん怖いよ怒ったら。いや大丈夫です、いっぱい見てきました。あそう、はい、いやうん、大中も当たり牌を、そうですね、当たり牌打たずになんとか回ってますねギリギリ。確かに。さあアルガこれイーマン探知とか、イーマンがまだ山にいるのか。イーマン探知積もったらかっこいいな。いやすごいね、はい、さあ下石はもう降りてる。大中もギリギリ当たり牌、あ数万しか当たり、あ通る牌が数万しかないよ大中手牌7枚中6枚が当たり牌だよ。ほんとだ。あ違う、サブローピンもう降りてるわ。あそうか、もう降りてますね。降りてる下石がもう、ま、ただ3ピン切るとテンパイ入れ替えされますね。ポンして、そうですね下石ポンして、連想打つの。あでも連想打てないのか、回ってるからね。はいそうか、はい、あ助かってるアルガね、連想すごいっすねアルガさん。あ下石が嘘をつかんで、ちょっと待ってください、なんでアルガさん今イーマン打てるようになったんですか。ん、さっきまで止めてたじゃないですか。3万が3枚いや、アルガの目から4万、3万が4枚見えたか。あなるほど、うん、4枚見えた。あでも最初から4枚見えたか、うん、そうですね最初から見えてますよね。えどういうことこれ、たまたま、たまたまか、または下石が回ったと思ったのかな、ウーピンで。はぁ下石に切り抜かったのかな、今はリーチ者じゃなくて。なるほど、え、怖っ。そんな人いるんすか、このように。あれ、イーマンテンパイの時に統一落としたん、え、あるが頭なんでしたっけ、ちゃんと9万か9万9万切った時に今当たりだったけど、3万は1、2、うわぁ、すごい、何あれ4枚見えてた。あ、やっぱあの時ノーチャンスだったんだね、イーマン。そうですよね。うわ、やば。アルガさん、大丈夫ですか。あ、イーマン積もってたイーマン積もってた。あれ、でも何でしょう、何を考えてるんでしょう。ん、なんだ、手出し入りましたっけ。いや、でもイーマン当たりようがないんじゃない。そうですね、うん、あ、なるほど、天敗脳天で。あ、そうか、順番に。あ、そうかそうかそうか、なるほどね。そうか、大中がテンパイ量で飛んじゃうんです、ね、忘れてましたね。忘れてましたね。ええと思ったけど、アルガもまだ漫画上がればいける状況だったんですね、うん、多分イーマン切る前にこれ親から順番に開きましょうみたいな感じの発言があったんじゃないですか。確かに気づかれてますね大中さんね。確かに飛びありの対局解説実況するの久々なんでね、これね、なかなか分かんないですね、忘れがちになって。これでアルガが、いやアルガの展望が2万1000点なんで、いや、アルガが、3万3900点です。さあオーラスですね。トップ目つぼい4万3800点、2着アルガ3万3900点、親の下石は3着2万1000点、大中ラス300点です。アルガは9900点差の一方まで8900点だから、163に、つもは163にか、はい、163にで変わる。そうですね、直撃は残2か、直撃は残2で大丈夫ですね。ですね、出上がりは普通は横だと直撃残2、残2で変わる。残2は3200は4700の変わるかな、リーボーがあるから、はい、脇からの出上がりは8000かな、8000は95の105だから変わるかな。8000で上がり残球、あ残2直16残2積もか、はい。さあ残り10分になります。
さあ、お腹はとりあえずもう点数をゲットしに行きますね。下石はもう、下石はもう2着狙いでしょうね。そうですね、ここは 12,900 点差のリーボー119だから、119は99だから26ホールでかわしますね。その26ホール飛ばして、なるほど、大中さん飛びで終了ですねって。確かに下茶の方が飛んで終わりです。ゴブレ出ますね、これね。出ますね、ゴブレ出ますね。あーっと、アルガ行きました。あ、アルガはでもあれですか、あれアルガは2着取りに来たかな。まあそうですね、2着取りに来たっぽいですね。手配的にちょっと厳しいっていう風に判断したのかな。はい、強奪と一本もあるんでね、あの条件もね、そうですね、下石の条件も軽くなってるんで、はい、これは2着取りに来ましたね。さあ、さあ下石イーシャン、下石は26ホール条件なんで、はい、あのピンフを作るといいところで、今そうです、ね、くっつきのピンフのくっつきのイーシャン点なんで、はい、3層とか引くとね、遠ピンドライチになるんで条件ができますね。さあ、お腹急走ポン、お腹さん必死に少しでも素点を、確かにやれることはやろう。うん、つぼいはまあとりあえずアルが上がるな。お、下石はペン3層でドラ1使ってツモ裏条件ですね。なるほど、ドラを使い切って、さあお腹、お腹もう押しまくり、押しまくりですか。積もるだけだと買わないんだよね、下石は。積もって裏乗せないと2000オールだと変わんないんだよね、多分ね。さあ、ペン3層山にまいドン、引っ掛け数字になったぞ。しかしでもこれドラそばなんでね、そうですね、ちょっと三層はちょっと出にくいかもしれないですね、筋になったとおり。確かに。さあ、坪井から出ると、まあ裏が乗らなければ3900は5400の直撃で、まあまあまだまだ続行ですね、美味しいんですが。さあ、坪井老僧は現物です。老僧持ってきて何か考えてますね。坪井をとりあえず親に打たないようにすれば、なるほど。まあ、ただアルガの直撃とかも一応ね、アルガ2着ないって分かってればいいんだけどね、分かんないんだよね。そうですね、さすがにドラドラかもしんないとかね、ドラがね、自分からまだ、あ、で、ツボイはでもドラドラになった。さあ、ツボイ、まあ、ツボイは流局狙いですね。そうですね。さあ、ペン3層まだ山に2枚ですね。あ、お腹が換3層で転敗しましたね。さあ、3層勝負、なんダブナン赤ドラか、マンガンか、大中もマンガンなんですね。さあ、その3層は誰の手に行くのか。流れ的には大中さんには来なさそうだね。さあ、嘘プッシュ、お、両層ケアしてね。あ、まあそっか、ドラか、そうですね、そうか、この3層にするか。さあ、大中さんがめっちゃブルブル震えてます。ビックンビックンしましたよ。いや、これ震えるのは坪井さんですよ。これ12000でね、まあ、飛ぶと三層同様大丈夫か。ロソー下石に、あ、違う、クルエンのアルガですよ。アルガは、ああ、下石が12000上がるとまくられるんでね。そうか、2着のアルガ3万点以上持ってる、3着になっちゃう。確かに、やめてくれよっていうね。さあ、三層まだ2枚、小長さんもう一直線ですね。もうそうですね、小長さんはもう止まる牌はもうもはやありません。さあ、坪井も完全に降りれそうです、ね、なんか大中はあそこでドラ切るとサブロソで今上がってたんだな。そうですね、サブロソダブナ、でも素点欲しいもんな。そうですね、300点、何せ300点しかないね、大中さんね。確かに倍違いますから。さあ、三蔵1枚ここに来ました。うん、これ1枚、おお、そうだね、だいぶ。つぼいが2人の筋だっつって三層ぽーいみたいなね。そんなロンロンみたいな、そんなおっちょこちょいな人はいないかな。確かに、そんな茶番は、うん、ないね。なあ、あ、これで三層いけ、三層ボンベとか言って三層ないか。ないね、これでね、流局ですかね。ね、さすがに、まあさすがにね、これつぼいさんが最後
最後、つぶいさん、背底、背底、背底の酸素熱い、熱いんじゃない？安牌ないのかな。安牌はね、なんかありそうですけど、あれ、ない、ないのか。まあでも酸素を選ばなそうだな。まあドラそばなんですよね。パーソーとかですか。でもパーソーション牌リャンマンとかパーマンとかは。あれ、これちょっと待ってください。酸素分明ありますよ。酸素分明。いや、酸素はないです、大丈夫です。ないです、大丈夫ですか。イーマンが4枚見えてるんで。でも酸素を打ったら面白いですよ。インターテイメンツ。カンリャンマンもないし、シャンポンしかないんで。あ、なんだなんだなんだあれ、なんだあれ、マンズから選ぼうってやってるんですか。リャンマンかチーマンの、リャンマン、チーマン、パーマン。パーマン、バニ2枚、あ、バニ1枚出てるんで。で、9万持ってるし、カンパーマンなさそうか。そうですね、パーマンが一番大丈夫そうですね。なんとなく、パーマンが一番取りそうかな。想像は切らないぞ、みたいに分けてますね。うん。さあ、パーマンいけ、パーマンいけ。パーマンしかない。パーマンしかない。隠してからのパーマンね。オッケー、パーマン。はい、坪井さんトップでしたね。はい、坪井さんトップでした。さあ、というわけで、坪井さんトップ43,000、あ、脳天バップを支払って、これ京卓ってどうなんですか。トップ取りになりますね。あ、トップ取りになるんですね。はい、京卓はトップ取りなので、坪井さんが 44,300点になりますね。しじみ、しじみになりました。さあ、2着目がアルガさん 32,400点、3着下石 21,500点、大永さんが 1,800点。まあでもこれアルガさんも全然悪くない位置につけてはいますね。そうですね、トップさえ取れば、はい、そうですね、うん、しかも下石さんもトッププラスで全然大丈夫というね、うん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 、まあ大中さんがちょっとトッププラスが最低条件、大中はちょっときついね。大トップ取って、ね、つぼいをラスにしないといけないんで。そうですね、ちょっと厳しいところですね、うん。さあ、というわけで、2回戦引き続き見たいと思いますが、一旦 CM がありますので、また後ほどちょっとお待ちください、うん。それでは視聴者の皆様、お待たせいたしました、3回戦の最終戦、シータクの最終戦を見ていきたいと思いますが、まず1回戦の結果ですね、うんこめにも出ていますが、坪井が 64.3、アルガが 12.4、下石がマイナス 18.5、大中がマイナス 58.2 と、うん、まあ大中が、トップのつぼいと120ポイントぐらい離れているという感じですが、トップラスで80変わるので、トップラスの4万点差で、大中もトップにはいけると。まあトップラスになるとね、4万点ぐらいはついつくことも それなりにあるんで。そうですね、まあ、あとでもそこトップラスだと他の人もね、2着のアルガが2着2着とかだとちょっときついかな、はい、そうですね、うん、確かにアルガも沈めないといけないかな、ちょっと。そうですね、ただまあ、お腹もトータル2着で一応ワイルドカード枠に滑り込めるので、まあやることは全然ありますね、あるということで、じゃあ早速、そうですね、選手の皆さん準備が良ければ見ていきたいと思います。それでは選手の皆さんが良ければ対局を始めてください。めっちゃでかい声で今下石くんがね、確かによろしくお願いしますみたいな、こっちまで聞こえてきました。びっくりしたな今。さあ、というわけで始まりました、トンの一曲、ちいちゃはつぼいになっております。ドラが三層です。谷さんめっちゃ人気じゃないですか。ごとき、ごとき、ごとき、僕出るといつも GTK なんですよ。なるほどね、ごとき、ごとき、谷が解説家通りでうまいはずだって、上から来てますよ。おいいや、いやいや上からでもいいですよ。全然褒めていただけるんだったら上からでも、ね、上からでも全然いいです僕。確かに僕みたいなもんはもう全然褒めていただけるだけで。それに反して MC の豊田くん、関西に来るのはやめてもらえますか。全然もう意味が全く分かんないことが来てるんですよ。どういうこと、関西行く予定ねえし。さあ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 、ラス名だった大中さん、おドラアンコですよ。おアンコリアン、アンコリアン、あるがもう本一行きたいな、ちょっと厳しいか。さあ、つぼい、おや、つぼい、つぼいはね、だいぶ有利ですね。1回戦でトップ取ったんで、そうですね、アルガになるべくトップ取らせな、自分がトップ取れないまでもなるべくアルガにトップ取らせなければ、まだまあまあ、そうですね、うん、通過条件は満たせる可能性が高い。確かに、これ条件計算はトヨピーが全部やってくれるのかな。まあエクセルに入力すればババッと、ババッと出ます。解説って言ったんで、ちゃんとメモ帳持ってきてね、条件計算しようかなと思ったら、おたくね、解説室に来たら全部出てたんでね。
まあでもあのエクセル入力する場所間違ってたらおじゃんになるんで別にそれでも大丈夫です。いや結構これがねもうエクセルがね見づらくてめんどくさいんですよ。下石くんがお何のかかん、ね、シンドラ嘘になりました。その嘘を下石さん2枚持ってました、ね、漫画になりました。なんかあらやだ、あらやだ、あらやださ、いいじゃないですね漫画の。あるがなんか今手震えてるふりしてましたよ、うん、ブル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 みたいな。おさあ下石ちまんちまだいいシャンテンいいシャンテン。でも受けは広い。さあお腹ドラさんだから頑張りたい。まずはチピンチマン、うん、まあパーマン切ってますからね。はい。さああるがあるがもういいシャンテン、ヒートイットメンツでどっちもいいシャンテンですね。そうですね。おつぼいもいいシャンテンになりましたね。さあつぼいピンズの方を払います。パーピンキューピンはね、あの下茶の下石にパーピン現物ですし、キューピンもね安全そうなんで、はい。おこれで大中が大中いいシャンテン、いいシャンテンになりましたね。ドラを1枚切ることにはなるが缶も入ってるんでまあまあ、うん、いつればもう満体でしょう。さあ、はい、GTK って何ですかってコメントが来て、 GTK は谷ごとき、ごときごときの略ですね。そうですね。大井さんがよく谷ごときって言ってるんで、言ってましたね、言ってましたね。さあ春がスワンコイの方にもさらに広くなりました。アルがチーピンを引いて、さあつぼおそろそろキューピンを切ってましたが、うん、さあどうよ。ダメ、レアウソがね結構薄いんですよね。もう山に2枚しかいないんですよねこの時点で。なるほど、ね、確かなんでレアウソ先に引けばサブローピンならばまあまあいそうですね。そうですね、サブローピン山に6枚ですよ。だからレアウソ先に行くと大体上がれそうですね。サブローピン山に6枚もいちゃうんですかこれ。えらいこっちゃ。やばいっすよこれ。両面でマウンテン6はやりすぎですよこれ。そうそうね。かなり。リャンソーさえ引けば。ただリャンソーだとどうなのかな、お腹リーチ打つのかな。どうでしょうね。三層切って。下石何でもいいのに何も引かないですね。お腹さん、お腹ペーも1枚か。ペーはまだ1枚いるのか。はい、ペーはまだ1枚います。さあ、つぼい。おリーチ行っちゃう？お待ちで、なんかパンパンお願いしますみたいなのやってますよ。ロウソギリーチ。あーしかも肩が左手でねカメラ隠す。邪魔だー。ただこれ山荘がもう山に0枚ですよ。山荘0枚。しかもドラですからね。そうですね。そうは問屋が下ろしませんよね。そうですね。まあ、大中さんがリャウソ引いちゃうと最悪のシナリオです、ね。さっきまでねリャウソ引いたら勝ちって言ってたのね。リャウソ引いたら負けですからね。負けですね。この流れの悪さ。確かに大中さんこの勝負もう大中が全てにいって、ああこれあドロー、ドロー打つ、ドピューダーン、クローンリーチオム赤ウラワンナイうぜウラワンナイ7700点、試合終了、ゴール試合終了。いやまだ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 。マサーキなんと決勝ゴールを叩き込んだ。7700でかいな、1回戦トップ取って。いやでかいっすよ。これでラストの確率だいぶだいぶ減りましたからね。確かに。これはちょっとみんなあれですよ。見逃しかけてでもね坪井さん落としていくぐらいのそうです、ね、チームワークがないとちょっと厳しいかもしれないですね。これでもまだまだアルガじゃなくてよかったですね。アルガが打ってたらもうかなりやばかったです、ね、そうね。もうアルガが打ってたらもう僕今から帰ってコッタナとデートに行きますよ本当に。行けんわコッタナと、行ってくれんわ。行ってくれない。行ってくれんだったら俺が行ってもらうわ本当に。でも金積めば行けるでしょ。金か。あ、リュウイソ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 の前スワンコじゃね。どっちかというと確かに。どっちかというとスワンコだと思うんですけど間違いない。1個引けばね、そうですね、縦に引けばいいシャンデルですからね。うわ、パスを引いてほしい、パスを引いてほしい、行け、パスを引け、オーライ、はい、無理。さあ、ドラがローマンでトンの一曲一本バー。親は坪井正明。もうなんかでもリャンソー1枚切れてるんで、リャンソーもう1枚打たれるときついな。そうですね、スワンコは。まあそういう時はやっぱり留意そうですよね。うん、あ、パソ来ちゃった。うわ、もうダメ。ほんとダメ、そういうの放送対局だから今見せないと。そういうのリーグ戦でやって、うん、リーグ戦でもいいピン切りそうなんだけど。パソはちょっとでも子供の夢を壊しすぎじゃないですか。そうね、プロとしてはちょっと ね、 そうですよね、子供の夢をちゃんと
そうですよね。だってなんか電車の中でサンタさん今日来るかなって言ってる全然他人の子にいやサンタいねえんだよっていうようなダッパーそうですよね今の。これでおこれはさすが外すんだよね。最初から打っとけー。確かにイーピン最初から切ってろい。パーソー切られる。うわもうあんなやつ発音。おこれ転敗しましたね。なんと9ピンのシャンポン。はい勝ちです。9ピン1枚切で縄も誰も持ってないんで山に3枚ですか。さあ山さんなんとか出ちゃう。厳しいな。現状リーのみですが裏が1枚乗るので3900は5400の上がりになります。すごい裏乗る前提。裏は乗りますね。なんてこと。さすがにこれは乗ります。予言エスパーか。いやさすがに乗るんですよこれ。エスパーかこれ。乗らなかったらもう土下座しますよ土下座、はい、トヨタの土下座とか大した価値がないからな。おお。あしかし下石が攻め返していきますね。打っちゃったからさっきね。そうですね。ドラが馬なんでここはさあ初さあ誰が何を掴むのか。あ、わあ、アルガ掴んだ。これはしかしアルガはね。確かにアルガは出ないんですよこれ。アルガさんはさっき休憩の間にアルガさんになんでノーチャンスでイーマン切らなかったのって聞いたんですけど、シャンポンに当たるかもしれないが切らないことが多いんじゃねって言ってましたよ ね。かっこよすぎでしょあれ。一発もだったらそうなんだけどね、スッチーソーダマにするからなって言ってたら。そうですよね。イーマン当たってたよって言ったらめっちゃ喜んでましたね。確かに会心の笑顔でしたね。いやあれマジやばいっすわあのイーマン。アルガはそういうなんか嗅覚的なところも優れてるんでね。変態ですよね。怖いね。やばいっすよあれ。おお3ピン引いたぞ。さあ行くか。どうするか。つもり3個にするか。あっ連続2枚切れちゃったのか。そうですね。2ピン切ってスッチピピーチ。あの切り方ね。確かにあの切り方。これでも取り返すと直撃チャンスじゃないですか。そうですね。スッチピン残り1枚っす。残り1枚残り1枚っす。厳しい流れの悪さ。流れ割り残り1枚スッチピン。本当だ。さあ山に1枚なんだ。というかあのまだ9ピンとなんまだあれから1枚ずつ吸収されたんで、そっからまだお目見えしてないんで2枚いますよ、うん、下石君もサブローピン。さあどうよ急走。下石のサブローピンは何枚。下石さんのサブローピン転敗しますよね。下石さんのサブローピンも全然ないですね。山に2枚か。山にあ2枚はいますね。手の内6枚だったんですよ、うん、山に2枚いる。ギリギリ。さあどっちに振るのか。大中振る前提ね。さすがにもう振る前提ですね。流れが悪すぎる。あれアルガはアルガはまあさすがにね。まあそうですね。打たないです彼は。アルガはもう寝てても打たないです ね。完全に全部つもぎでも打たない。確かに。さあ下石数番切って大中どっちに振るんだ。急走耐えてる。耐えてます。さあまだ決着つかない。ビビりながら切ってるけど。ドラビビりながら切ってるけど大丈夫です。さあ下石3層。3層は通っていない。通っていないぞ。しかし運送が自分の川に3枚ありますね。ワンチャンスにはなっております。さあどうする。しかし激どうする。降りるとしてもこれ降りる範囲ないんじゃないですか。ローマンも切れない。ローマンは切れないか。そうですね。あいや一応2人の中筋にはなってるのか。3万。いや大中は3万。あ中筋になってるか。つぼいが、つぼいがリーチ好み。ただまあドラそばのなんでねちょっと嫌なのかな。でも降りるんだったらローマンかな。さあ行くか。激おー降りました。ローマンで降りて、さあ大中どうだ。掴む。さあリーチ裏が1枚乗って3900です。浦さんだったーゴール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 決まった。一つのボールでハットトリックを達成してしまった大中祐樹。さあ1万2000は135で坪井正明選手の優勝でした。トヨピーさんちょっとぬるいんじゃないですか。いやあ裏の乗ってねドラ1って言ってたけど そこはやっぱドラ3って言っておいたらかなり盛り上がったんじゃないですか。いや現実的に1枚しか乗んないと思ってた。ちょっとボールを置きに行っちゃったねトヨタ ね。ぬるいねまだね。占いしてたくせに現実的なことを考えて1枚だろうって保険かけてたら
浦さんって言ってたらこれめっちゃ盛り上がったのね。いやこれ浦さんっつってたらもう甘かったな。いやこれ浦さんっつってたらもう僕占いで飯食ってますよ今日反省文だな。問いだな、反省文書きますか。ねえ、問いだクラス浦さんじゃないのかなぐらいの予言をしていてもよかったよね。そうですね、これ冷静にトン一曲ですよって言ってる人いるんですけど、もう無理だよ豊田さん。はい、トン一曲日本馬大永さん15,000円です。15,000円7,700は17,000円で飛びです。終了です。でも大丈夫ですよ、あの次の対局者もう揃ってるんで。あ、確かに、さっき休憩時間に ね、みんな揃ってたんでね。すごい、予定より何分早く行けるんだっていうね。いやいや、もういいんじゃないですか。いいですね、このまま行っちゃいましょうね。ワンちゃん今日だって10回でしょ。10回ですね。視聴者もね、あんまり長いと疲れちゃうんでね。確かにそうですね。もうサクサクとね、お腹さん飛んでいただきますか。そうですね、なんか10時から郷さんが番組やりたそうでしたけど。あ、そうなの。そうですね、これね結構押してるんで、まあ郷さんには残念ですけど、郷さんの番組ないですね今日ね下石がドラマ急走のあんこのイーシャンデじゃないですか、これイースーピンサブローマンの。確かに、あら下石さんは本当ですね。下石さん、あーテンパったイースーピンリーチドラヨン、うん、イースーピンこれこれこれやばいっす、やばいよんですね。やばいよ、8000はピンピンですよ。マウンテン4ですね。いやでも下石上がれないよね。いや2着狙い、これ2着狙いで、あでもアルカが3着か。これちょっと待ってください、今計算しますね。大中が今15,000円で、これ下石飛ばせばワイルドカード狙えるか。っていうかすごいですね、これで下石ワイルドカード狙って、ワイルドカードになって連続でまた引かれたらすごい男ですよこれ、ね、さあ下石これで2着に上がってもちょっと無理ですね。だいぶ無理ですねこれ。無理無理ですね。うん、あお腹が追いついてない、追いつこうと頑張ってるめっちゃねっとり切ってたけどね3品ね。なんかテンパってない、切り方がテンパってるのかと思いました、ね、勝負みたいな感じだけど。確かにいいシャンデンだからね。さあ下石はちょっと上がり、大中からは上がることができない。しかし積もるとでかいね。でもね、積もるとかなりでかいですね。今現状3万点差だから、さあ大中ドラも切る俺からは上がらんだろうと。跳ね回スタートだもんね下石くんが積もると。そうですね、3000、6000は日本馬で4000、7000。おウーピン現物、下石積もるとトップが見えますね。はい、積もるとこれはかなり美味しいです。ただそれでも壺を沈めないといけないんで、苦しいは苦しいけどね。確かに坪井このまま行くとね、まくったところでトップ2着なんでね。そうです、ね、だいぶ苦しいねこれね。さあまだマウンテン4ですか。まだマウンテン4、お腹が掴むが先か、下石が積もるのが先か。お腹掴む前提になってるね。いやさすがにあの浦さんですよ、もうお腹にパワーは残ってないですよ。パワーの話しちゃう。パワーの話です。麻雀パワーですよね。ティーダさんみたいな感じですか。そうです、エネルギーか。いやもっと言うとあれ最初僕が言い出した、なんで自分の手柄みたいなさあ大中、大中か下石か。さあ下石どうだ、そろそろいない、まだマウンテン4です。あ、テンパった、追いついた、高め3色高め。サブローマンが場に1枚で手の内1枚なんで、ローマン山に2枚います。お3万は2枚、3万は残り1枚ですね。残り1枚、はい、残り3枚、高めが2枚、高め2枚です。お、あ、E ピンここで1枚減って3対3になりました。お、互角の勝負に、互角の勝負です。まあでもね、お腹ですよ、流れがね、お腹ですよ。そうですね、掴みますよね絶対、先に掴むはずですね。そうですね、掴まないともうお腹じゃないまである、はい、あー隣怖え。さあどうよ、E スピンか。あー会社は一緒だったけど部署が違う、部署が違った。さあこのリーチどういう決着がつくのか。大中さんから上がらない、あ、ローマンが、ローマン残り1枚、これでも大中から上がらないんじゃないですか。上がらないですね、リスピン出てもね、さすがに上がらないですね。2着にもなんないんだったら、はい、上がらなそうですね。正石君クラスは多分計算してるはずなんでね。そうですね、さすがに大中さん掴んでもロンって言われないっていう、言わない、ただし、あ、今スーピン見せてだけどロンって言われない、これは言えない、正石さんさすがにね。さあこれで下石は残り2枚か、2対2、あ、もうあっさり1対2になった。おお、すげえ、
リーズも赤おもさん。やりました。やりました。見逃したかやった。3戦6戦は4戦7戦のつま上がりです。下石。大中さんがこれで松井秀喜になりましたよ。確かに。5500点に。確かに。さあ、大中。見逃されたが、まあ当然見逃すと。さあ、これは劇。劇いいぞ、これは。これちょっと、あるが。あるが辛いですよ、これ。あるが、これ、まくった？あるがは、これね、並んだぐらいじゃない？見てみましょう。並んだぐらいじゃない？並んだぐらいですかね。まあ、大中ガラスは前提として。そうですね。都合がトップだとしても、これもしかしたらさっきの素点で並んだぐらいいったかもしれないね。おっと、まだアルガが1400点上ですね。ね。接戦です。まあもちろんトップ取ればワイルドカードにはいけるんだけども、ね、はい。なかなか2着争いも痺れてきますね、これね。確かに。トップを。都合をね、ここから3着ぐらいまで落とさないといけないんだね。これはそうですね、トータルトップはかなりきついですね。あ、でも大中がすごいいい手が入ってますね。おー、なんだ俺、大物手が入ってね、大中がちょっとつぼいを引っ張りね、下ろすとこれは熱いですよ。これね、ちょっと見逃しかけて落とすぐらいしてもいいかもしれないね。確かに、トンの2曲ドラチーピン総数含みだね。やばい、やばいっすね。やばい、メンホン、メンホン、メンホンスアンコ、メンホンスアンコやばいっすね。あるね。あんな綺麗な手なかなか見ないっすよ。スーチーソーキューソーリュファー。チーソー、あ、チーソーがないのかも。チーソー、あー、なんとチーソーがない。キューソーもない。キューソーもない。さすが大中さん。じゃあチートイか、チートイか、この野郎。リュウハも一枚も足りてるってね。さすが、流れが悪い大中さん。さあ、リュウハ出たが、ん、泣きました。うん、さすがに泣くか。いや、うん、まあ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 、さあ、大中、点数回復したい。あわよくば坪井から取りたい。いや、もう大中はこれ坪井からじゃないか。まあ、あるが下石をまくる方が。逆にワイルドカード狙いで、2着狙いか。2着狙いがまあ現実的ですね。だから、なるべくあるがを落としてした方がいいのか。あるが2着目だったから。はい。あるが落としで、まあ、トップになったら OK ですね。うん、無条件で。下石が純ちゃん的な急走もない。お、急走引いた。ただ小走急走ないんだよね。山にはない。そうですね。下石の手の中に小走一枚。あ、下石が三、あのチュンとか引くと急走出ちゃうな。あ、本当ですね。あれ、これあるぞ。まずは下石から。おー、ペイだった。チュン切って。あ、買えない。買えない。一発そうには買えない。買えませんでしたね。初本一といたい。とい。お、あ、さ、もっと三個か。なるほど。そういうことか。ないけどね。でも。そうですね。ないけどね。一発そうだったら結構あったんだけどね。しょうがないか。さあ、下石の急走が出てしまうのか、それとも坪井の手が滑って小走を切ってしまうのか。滑る前提ね。しかしアルガがスーマンとウーマンのシャンポンでテンポ、あ、これ出る、出ちゃう、あ、ローン、いった、青、本日トイトイ8000点です。これちょっと来た。これ大中さん、これいいんじゃないですか。大中さんちょっとニヤッとしてますよ、これ。確かに今ニヤッとしました。今やばい、やってやりましたよみたいな。これはツボイ、ツボイ今多分精神的にかなり来てるんじゃないですか、もしかして。これはちょっと面白くなってきた。面白くなってきました。つぼいの三曲。つぼいの素点を削るとね、これだいぶ大きいですよ。これ。もうこれはアルガも、アルガも下石もニヤリ。これだってつぼいラスグもね、ありますもんね。お腹が全然ありますね。上がってきたら。さあ、トンの三曲ドラガロマン親はたった今素晴らしい上がりをしたお腹。下石がこれでこの半チャントップに立ったのかな。そうですね。現在下石がトップに立っで、これで下石はまあ暫定トータル2着と、うんうんうん、ただし、それでもまだ坪井とは 4万2000点差ぐらいがあるので、まだ坪井の着順を減らさないとですね。かアルガに上がってきてもらうか。そうですね、まあ、とりあえず下石はて、あの、あれですね、素点でね、もうちょっと稼ぐ、どっちにしても稼がないといけないかな。確かに。
さあ、大中のトータルポイントが暫定マイナス 104.7 ポイントになっております。それいる？それいるの？いやいや、大中のトータルポイント 状況は伝えないといけないですよ。大中ディスってるだけやん、それ。いや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 。さあ、関数マン入った、すごい。しかし、ペイはオタカゼでちょっと手はきつい。この曲は？この曲は大中がいいですね。大中あるがが、大中あるがいいですね。さあ、つぼいはちょっと形は、おーっと下石ピンチピン引いて、下石でもあれじゃないですか、これドラローマンですよね、これね。ドラローマンですね。ローマン3枚じゃないですか。ほんまや、2枚かと思ってたら3枚ありますよ、あれ。しかもこれ7、8、9の3色含みなんで、チーソーかパンマン引いたらね。いやこれやばいっすね。チーテン取ってくるんじゃないですか、これ。さあ、つぼいチーソー持ってきて、切るとチー、まだ切らない、さすがに。切るとチーソーだね。これは切るとチーですね、鉄板で。切ってウーマン、あ、あ、大中も。大中、ヤンシャンテンだけど、リャンマン切るかな。リャンマンいっちゃいますか。お、チーピンから。ね、さあ、この曲どうなるんでしょう、果たして。さあ、坪井選手、若干肩が前に出ています。下石もちょっと力が入ってるね。そうですね。さあ、大中チーソー、これでイーシャンテンですね、はい、サブロスソー、カノーソー、おアルガも、さあ、アルガイーシャンテン、ちゃんとのイーシャンテン。さあ、下石の欲しいチーソーは全員の手の中。お、チーソーもうないの？チーソーがもうないんですよ。あ、なくなった。たった今バニー1枚出て、手の内に大中とつぼいが3枚持ってますね、2人合わせて。なるほど。つぼいが、つぼいがまあパーソーとか入ってもスースー切るパターンもあるので、ちょっとですね、うん、さあ大中リーチしないんだったらチーソー打つんじゃない、変化考えて。なるほど、確かにそうですね。三振3、4、5がいけるんですね、うん、変化するんで。さあ、アルガ広くなりました。さあ、下石、パーマン引きたい。パーマン引いてるともしかしたら。お、これでお腹のチーソーが出て。つぼいを合わせるか、合わせれるか、パーソー。あ、これチーソー。チーソー、チーソー打つんじゃないですか。4枚目だから、カンパーソーでリーチ行く手もありますよね。はい。ペイ2枚切れてるんで。おお、さあ、ダマ。さあ、これ、おいちい。アンパーマンテンパイ3色ドラさんでかい。しかしパーマンは山に1枚だけですね。お、アルガも泣き返してリャンウマン述べた。述べた。さあ、このパーマンがどこにいるかですよ。山に1枚いるんだね、まだね。いますね。リャンウマンの述べたんは山に2枚です。ただパーマン打つ人はアルガは打ちそうですね。打ってもおかしくない。つぼいは、お、これはそうそう。つぼいはどうか。カーソーが2枚見えたから。なるほど。さあ、つぼいはペイとスーソーのシャンポンに振り替わりましたと。さあ、パーマンまだ1枚いる。リャンウマンは2枚。いや、しかしあのチーソー投げたのはめちゃくちゃうまいっすね。うん。さあ、つぼいはペイを統一落としで交代。うん、びっくりした。びっくりした、リャンマンだった。ちょっとね、向きが下だったのね。あ、でもアルガが、アルガが投げたんで。アルガの当たり牌。安めではありますが。そうですね。タンヤを先点。しぼいし、悔しい。アルガが親番。さあ、どの4曲、アルガが親、ドラがスーピンです。さあ、ここでアルガは点数を稼いでトップに行きたい。うん。あ、下石なんだこれ。でいいな。まあ、でもアルガはね、1回戦2着だったんで、はい、誰だっけ、下石がね、トップ争いしてくれてるんでね。そうですね、坪井は割とパッと3着、自分さえ上がれば3着になる可能性あるんで、はい、そうですね、並び的にはね、そんなに悪くない。はい、あとは自分で稼ぐだけ。うん、
まあしかもトップ2着でもまあまあまあ素点次第かな。素点次第ではありますがまだまだ大きい。下石の形が良くなってきたな。さあ現在トップ目は下石、2位が坪井、3位がアルガト。なのでさあ下石がイーシャンテンですね。さあ坪井も広い、形はいいですよ。おこれで選択になったかな。リャンペイコ含みで、おっパーピン切らない。なるほど。あ、リャンピンが3枚見えてるんですね。なるほどなるほど。あとドラが数ピンなんでリャンピン引いても、そうですね。さあ、おお、つぶいさらに両面ができて自敗を残していきます。さあ、下石早く転敗したい。おお、お腹いいの引いたが嘘から、ニャンマンに少し気があるのかな。坪井が今2巡目に出てて、アルガもニャンマンを今もう1枚出ちゃいましたけど、そうです、ね、少しニャンマンズバッと引いてリーチ行きたい、引きそうと思ってて、実際ニャンマンに3枚でしたよね、ニャンマン。はい、まあ、切れちゃったニャンマンに2枚だけど、イーシャンテン以上は悪くないですね。そうですね。さあ坪井はこれでイーシャンテンと。さあ下石ダメ、下石はキューピンでもサブローマンでもどっちでもいいんですが、さあ坪井はここでシャアを切って安全牌を残すか効率を重視するか。安全牌を、うん、なるほど、まあ、トータルトップなんでね。はい、さあ下石なかなか転敗することができません。6キューピンもね全然山に4枚いるんですけど、大中の山がこれで3枚見えたね。お腹、あ、本当ですね、苦しくなってきたな、厳しくなりましたね、外したいところ。さあ確かに厳しいですね、両マン3枚見えは。さあ坪井も進まず、そろそろどうだ。おお来ました、サブローマン。さあサブローマンは山に4枚です。結構いるね。結構いますね。さあ山に3枚かな。あ、山に3枚。山に3枚ですね。山に3枚ですね。失礼しました。下石が自分で使ってました、ね。さあ、うん、山さん。山さん。あ、山2になりました。2枚、2枚これやっていかないとね。いるのそれ。さっき忘れました。いや、これいるかどうかじゃないんですよね。やらないといけないんですよ。あ、大中あれ、金玉で3枚入れテンパってるんだな。そうですね。先ほど赤ドロドロで。はい。たださすがに、3枚切れでは追いかけれない。ただもう嘘にくっつきそうなんだよね。そうすると3万で御用かな。そうですね、高めでね、3万で御用ですね、高めで。お、ここで手が滑ってさすがにそれはありません。滑らない、それはありません。これお腹嘘くっつきそうだな。なんか確かにそうですね、妄想がでも残り1枚でもね、そうありません、ね、いや、想像の真ん中辺はなんかくっつきそうだろう。早くしないと。さあ、どうだ、ドーン、くっつかない、耐えてる。流局か、あれんまん一応いた。しかし出ないところに。さあ、坪井とアルガは降りて、二人がどうなるかというところで、さあ、まだサブローマン、山にいるはいるんですが、さあ、お帰り、お帰り今。うん、流局ですかね、これは。流局しちゃうかな。残り2枚ですが、スリアロのワンさんが強いかな。お、3万がここに、すごいに。残り1枚。ということは、この3万、つながってる理論で、ここにつながってない。あー、隣。隣でした。さあ、どう、ん、あ、やついちゃったが、要素が、自分の目から3枚。さすがにいかないか。もう。いかず。さすがにそうですね。つぼばんないですしね。さあ、配定になりまーす。お、なんだ。配定になります。さあ、というわけで、下石の一人転敗で流局難入となります。
でトップ目が坪井に、あ、坪井から下石に。そうですね、変わりましたかね、はい、ビサですが。さあ坪井難入したのでこの辺から少し牛歩を混ぜていってじわじわと時間を削るのがスーパーデジタルです。怒られない程度に一打一打丁寧に打っていくと汚ねえな。汚いですけど勝つためには大事なことなんじゃないですか、ね、僕は逆にこういう時はサクサク打とうと思うタイプなんで。損してますよそれ。いや損してもいい。おお、なるほど。そんなところの損とか取らない。そうですよね。いやでもにね、勝つためにベストを尽くせって言われたらそれが僕一番だと思うんですけど。さあそれでは乱入しました。ドラがパーピンです。一本番になっております。親は坪井正明。ダメですかねそういうの。よくない。正々堂々がいいですか。正々堂々とストレートアローでいこう。なるほどね、うん、でも結局視聴者は結果しか見てくれないんですよ。いやそんなことない。視聴者はそういうのちゃんと見てるから。絶対見てるから。そうです、視聴者は見てます。僕のクリーンなところ見てくれてるはずですよ。まあ確かにね。まあね、試合に負けても勝負に勝てばいいですよね。うん、どっちも勝ちたいな。どっちも勝つ。なるほどね。贅沢、欲張りさんですね。さあさあ折り返してきましたよ。現在トップ目は下石、2着が坪井。アルガの手もまあまあですね。アルガの手もいいですね。しかし坪井も今回いいですよ。下石もあれ、下石もまあまあ、下石もイーシャンテン単品系のカンチャンリャンメンのイーシャンテンですね。そうだね。大中がちょっと一歩遅れてますね、うん、あーカンリャンマン入っちゃったよこれ。アルガ今のでカンリャンマン引くとくっつきのイーシャンテンですね。イーシャンテンですね。通走にくっつけばあるかリーチいきそうですね。間違いなく。さあどうだ。お、さらにいい、さらにいい、さらに新品引いたらドラ打ちまである。ん、つぼいが、つぼいはここで三走ですか。預言者みたい。確かに。さあ誰が電波一番最初かな。さすがにあるかでしょうかこれは。くっつきのイシャンテの人が一番早いと思います。あー、きたリーチ、きたきたリーチ。さあアルガスッチーピンでリーチとなりました。山さんかな。山に3枚スッチーピンは。山に3枚、まあ、山さんスッチーピン平均ですね。平均ですね。3枚はそうですね。さあ坪井さん左肩が若干邪魔だがまだ見える。アルガに通ってなかったんだね。アルガにはパワーマン一発消して前に進んで。そうですね。どうなんでしょうね今のは。なかなかガッツがいりますね。安牌あるのかな。ないんじゃない。安牌は確かにないか。うん、だから一発消してさらにね自分の手配も進むんで。なるほど、致し方なしと。うん、さあスティビン山さん、アルガはこのスーピンを積もると美味しいところだがね、坪井を親かぶりして。そうですね。そして、うん、一本馬ですね。これはね、しかも裏が見えるぞ。裏が乗るな、これは。これは乗る。惜しい。これは裏表が両ピンな気がするぞ。両ピン、裏表両ピンな気がします。ここに2枚あるとはいえ、坪井が、坪井まだ1シャンテンか。坪井まだ1シャンテンですね。さあ大中ドラを引いてきてちょっと行きたいが、さあリャンマン坪井がチー。そしてああもう見えない、全然見えない。筋の3ピンってね、3ピンって関数ピンになりました。食い取るか、街がちょっとかぶったね。さあどうなるか。数ピンはただ山に1枚しかいないのか。そうですね、数ピンの方は山に1枚ですね、うん、さあ下石はちょっと撤退になっております。新品はまだ山に2枚どうよこれ、すまん。さあこれ数ピン食い取ったら坪井はもうやばいっすね。うん、下石もガレナー最高ですよ。下石はどうするかな。下石どうしていくんでしょうね。とりあえず急走は筋ですが、小さも筋ですが大事に。なるほど。あ、チーピンがここに1枚。ここに1枚。それでスーピンとチーピン1枚ずつですか。はい。さあこれでアルガの方が1枚だけ有利。うん。さあローマンアンコウ、シモイシ。まあ大事にもう現物抜いたぐらいなんでね。完全にやめてますね。完全撤退。
もう坪井とアルガの勝負。坪井は積極果敢なカットインを見せたね。でもね、確かにさ、リャンピンを引いてきたが単野を仕掛けなので振り手になりますね。しかもしかしリャンピン切れない折りを考えています。アンパイあるんだね、多分ウソローソーとかね。そうですね、想像切っていきます。もうアルガが早くしろよ、トン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 みたいな。アルガお山なんでね。いやでもいいですよ、こういうのはね、うまいですよ。宅配戦術。そうですね、これあのアンパイで悩んでる風にも見えますし、これはいいですよ。いやちょっと坪井のちょっとなんか、いや違うんですよ、これは坪井が勝ちたいっていう表れなんですよ。これはむしろナイスプレーですよ。ナイスプレーじゃねえよ。これはダメっていう日本人がダメだと思います、これは。さあいけるか、スチビッチャー積もった、リーチ積もピンフワカ裏が1枚いませんでした。はい、1326です。1800、3100ですね、1本までね。1本までね。これでかいですね、これね。さあ、裏が乗らなかったので、後で土下座したいと思います。これ、下石的にも、これ嬉しいんじゃないですか。確かに。つぼいが親かぶって、アルガが上がってくるんで。そうですね。アルガが2着になってきて、自分がトップが一番いい並び。そう、つぼいが親かぶりました。下石にやりと。してますね、多分ね。はい、完全に。やつは。クールな顔してますけど、ようやったわ、カズヒロ、つってますよ、今。言ってますね、呼び捨てでね。完全に言ってますね。さあ、ドラが、さあ、ドラがリャンソーの何の2曲、親は下石。つぼいがいいっすね。つぼいいっすね。つぼいいっすね。あるがもう悪くない。はい。つぼいは逃げ切りたいぞ。下石はちょっと形が苦しいかな。そうですね。あるがは、アルガはいいっすね。カンリャンピン、カンチーピンどっちか生まれるともうくっつきのイシャンテンですから。確かに。さあ現状のトータルポイント、まだつぼいがトップですね、 52.4 ポイント。下石が34ポイント。まあ、ここは20ポイント差ぐらいなんで。そうですね、うん、あのつぼいの着順が下がるとアルガがボンとつぼいをまくると、もう逆にもうすでにつぼいはアルガの下ですね。あ、そうか。はい、なのでアルガは下石をもう抜き去れば OK と。で下石はじゃあ並びはできてるんで、あと素点で、素点ですね、2万点つけないといけないのか、はい、今の並びを維持しつつ。そうですね、まあ、もしくはダークホース大中が坪井を打ち取ってくれれば。大中頑張れと。そうですね。さあアルガイーシャンテン、わあ坪井いいもん引いたなこれ。うん、さあ、つぼいイーシャンテン。今、豊田さん、お腹がちょっとぐるっと。ちょっとなりましたね。なりましたね。ああ、さあ、あるが、天杯、観浪マン、谷谷若。朝から何も食ってない上に、僕だけ喋りっぱなしなんですね、これ。この状況。そうね。皆さん、わかりますか、これ。食べながらでも別にいいんじゃないですか。いや、僕は絶対にやらないです。ダメなんですか。はい。僕はやらないです。今仕事中なんで。仕事中、僕、天王名人戦の解説で来た時、あの、はい、あれ見た中川さんが、おせんべい食べながら。ああ、中川さんはいいんです。中川さんいい。僕のプライドの問題なんで。なるほどね。はい、この前なんか誰かも食べてたな。トミちゃんがね。トミだ。トミががっつり。トミちゃんがね、あのモアのね、センターのトミちゃんが。ね、トミちゃん、あの普通に弁当食いながらやりますからね。キャラ作りだからいいんですけどね。トミちゃん何しても許せるね。そうですね。可愛いんでね。トミちゃんにはもう何されてもいいですね。何されてもいいね。はい。ただ僕は最後まで食べないです。食べない。はい。でも食べたいっす。なんか買ってきたけど後から。いやいや大丈夫です大丈夫です。終わってから閉店間近の寮に行くんで。なるほど。下石がねパーソースーピンにテンパってますが。そうですね。合間の休憩で食えよって、合間の休憩もね、はい選手の次の選手の皆さんとかやってるんでね、僕食う暇ないんですよ。さあリャンソーにして。赤とドラを振り替えましたね。はい。さあ坪井はまだイーシャンテン。下石パーソー打つぞ。ドラ1。まあ、親なんで全然、うん、まずは上がりたいところですね。下石はでも連チャンしたいね。そうですよね、素点がまだ足りないですからね。2万点足りないからな、うん、親番逃すと結構きついですよね。そうですね、そのある大中がちょっと離れてるんでね、はい、つぼいと、まあ、そこをまくってもらうのは1万8000点ぐらいまくってもらうのに困るんで。確かにちょっときついことを考えるとここは連チャンしたいね。さあ天杯がまずはウソウロウソウ短期、暴走短期でとりあえず転廃。イーペイコーナーの役はあります。暴走これね、山にいますね。おお、山に2枚ですね。あ、撃った。おお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 。
イーペイコートレッジ2600、上がりました。これもうイーペイコーじゃないですね、仮店中のイーペイコーなんでイーコーペイですね。イーコーペイ、イーコーペイですね今の。それいる？いや、もうこういうのこういうの混ぜていかないと僕辛いんですよ。なるほどね、喋、はい、りっぱなしだからね。そうですね、イーコーペイです。皆さん覚えて帰ってください。今のは仮店中のイーペイコーはイーコーペイです。流行らせましょう。さあ何の産休、流行んなそうだな。ドラガローマンです。流行んないかな。流行る理由がないもんね。でもな、僕麻雀打ってて一回言われたんですよね、点数申告の時に。イーコーペイ、はい、ロンっつって、イーコーペイ赤っつって真顔で、うん、ちょっと面白いけど、真顔で言われてちょっと面白い、真顔で言われて、あのその人毎回役を言ってたんですよ、うん、だから言い間違いかなと思ったら、その日もう一回イーコーペイって聞いて、間違えて覚えてんだなと可愛くなりましたね。言い間違いじゃなかったんですよね。大中はトーン、自家製のトーンを仕掛けて、仕掛けていきました。赤赤赤 赤ドラ受けもあると、はい、おっとさあ、大中は仕掛け、さらに仕掛けて倒していきますね。必死の、そうですね、もう時間も10分切ってますね。あ、切ってるんだね、はい、結構きついね時間。そうですね、みんなはもう、おまずは広くなったが、とりあえずウーマンを切ってドラ受けを捨てていきます。もう泣いちゃったんだよ、もうね。そうですね。さあ、つぼいも仕掛けていく3色の方。さあ、お腹どうだ。赤ウソにくっつけたい。できれば両面で。うん、ウソ引くとね、サブロッキューピンになるんだよね。そうですね。さあ、もうみんな時間がなくなってきたので、早く打ってます。つぼいが。おー、つぼいテンパイ。テンパイでちょっと、うわ、ウソ引きローピン。これはいいな。これはいいですね。山に3枚ですかね、ウピンローピンは。山に3枚。しかも街も変えられるんでね。確かにこれはつぼいがさすがに有利か。これはつぼい9ペン打ってるんで、もうこれ以上いい町ならなそうだな。さあ、そして大中がスッチーピン。しかしこのスッチーピン、スーピンが山に1枚だけです。本当だ、さすが大中。さすが大中、流れが悪い人はね、流れが悪いぜ。しかしスーピンをね、切っていくこともできますからね。うん、さあどうだ、どっちが勝つか。現状3対1。でもあるがもしもいしも、これ2着、もう2着争いか。しもいしはそうですね、最後羽直ぐらいになりそうですね。あるがは、あるがはまくればいいはずです。え、トップになるといいの。多分トップになれば1着3着だといけるか。1着3着は全然いけます、ね、だから下石をからじゃなくて、ロン上がりじゃなくて、積もってつぼいをまくればあるがになるのか。そうですね、なるほど。さあ、そんなあるがカンチーマン、お、なるほど、カンチーマンを引いて自敗はもう切っていけないか。さすがに親のお腹に危ないと思いましたか。さあ、お、サブロキューピンに変えれるが、ただキューピン、あ、サブロピンなら、キューピンがね、もうないんですよね。なるほど。サブロピンですね。スチーピンよりはまだいいだろうと。なるほど。さあ、しかしスチーピンで続行。残り1枚スチーピン。下石はちょっともう苦しいんだな。そうですね。トップ取って2着に残ろうっていう方がもう現実的かな、ワイルドカード。確かに。あるがまだ親番もあるし、今の並びならば、トップを取れば、良さげ。そうですね、積もってトップで OK です。さあ、下石ウーピンを掴んで、さあどうするかというところ。まだ指差しますね、ステファンね。そうですね、張ってるっていう早くしろ早くしろってアルガが今トントンしましたね。確かに親番なんでね、はい。でもアルガ笑ってますね、ただ普通に煽っただけですね。うん、さあ、つぼいなかなかまだ上がることができない。さあ、下石は撤収。おー、残り1枚積もった。これでもね、なかったんだ、つぼいの町も多分、ウーピンのウーピン。あ、なるほど、もう山になかったな多分。さあ、1000ゴール上がりました。南山局一本か、大中ドラマを起こすことができるか。さあ、これ残りこれと次ぐらいですかね。さあ、残り5分弱。もしかしたら頑張れば3局できる。さあ、ドラガウーマンプラス1局でしたっけ。そうです、50分プラス1局制ですね。なるほど。
もう徴工禁止ですね、このままね。徴工したらもう銃殺刑ですよね、完全に。坪井だけは許される感じですか？坪井さんは勝つための戦術なんで、うん、それは誰も咎められないです咎められる。いや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 、そらでも勝つためには非常にならないとダメなんですよ。いや副店長ですから坪井さんは。なるほどね、ええ、いやそういう美徳意識はダメだと思います。でもね坪井さんほどいい人はね、はい、あんまり見たことがないんですよ。あそうなんですか。いや坪井さんはね本当にね、はい、何があっても嫌な顔しない、いつも、いつも笑顔。そうなんですね。人としてねちょっと尊敬できる、はい、豊田さんとはちょっと違うタイプの人間なんで ね、 ここで僕坪井さんを落とす意味あんまないですけど、全然そんなイメージない、ね、いやいつもねお店の雰囲気を良くする坪井さんは素敵ですよ。そうです。あでも坪井さんほらあの下北沢のテレビ CM で、はい、マンガンマンガンっつってますよあれ。えそんな坪井さんおらんでしょ。マスクかぶって、はい、どうだって何かの間違いですよ。これぐらい通せっつって、はい出ましてるーん、マンガンマンガンって言ってますよ。わっちゃーやっちゃうなあいつそうあれねマスクかぶってるけどあれ坪井さんなんですよ。坪井さんかそれ、上層部に強要されてやってるんだきっと。そうですね、坪井さんそんなこと言わない絶対に。出演料ただの CM にでね、ほんとねもうさあ、そんな下井さんいいシャンテン、お腹下もいいシャンテン、つもりさん暗号がありますね。お腹あるが早く親番持ってきたいな。そうですね、まくればいいとか。残り5分なので、でもこれ多分次が最終局になりそうなんで、あるがはちょっとやばいですねこれ。また下石、もう下石リーチ、リャンピン9万、リャンピンと9万のシャンポン、まあもうしょうがないというところか。リャンピンは山にいません。9万が9万も山にいない な、 いない、これいないけど順からマン。いやただアルガの9万が少しだけ危ないか。そうですね、捨て牌が、あー一順待ってたら一ついけた。捨て牌がまあまあ強いんで、アルガ9層ぐらいか。そうですね、いや今もあるか。あこれはまずいっすよ、アルガパイセン。いやー白よりは9万の方が取れそうだもんね。確かに。うわぁ、下石も何でもできてた。あ、乾杯。大中パイセンが追いついた。カンパーピンかシャンポンか。さあどうする、カンパーピンでいきました。たあの切り方。確かに。ねっとりした切り方やな。あ、9万。9万危ないんじゃない？あ、危ない。おー、しかし、冷静。しかし僕らのアルガは？僕らの、我らがアルガ。ね。そうですね。打たない。打たない。さあカンパーピンですが、山に3枚います。山さん。さあ、順から対山さん。しかしアルガの9万が危ない。うわ怖え。どうよネットに一回ダフりましたね。あの切り方、パーピン残り2枚になりました。んカンちゃんはパーピンが2枚で9万ニャンピンはもうないのか。もうないです、順からか。しかしアルガの9万がちょっと、おーなんだこれ、アルガここは硬いな。硬い、早く親番回ってこいと。ギンギンです、ガッチガチですね。ガッチガチだね。時間間に合うかな。いやこれさすがに調校するとすごい。もうさすがにね次の1曲ですよ。あでもプラス1曲か。そうです、次の次が最終ですね。アルガはいつでもガッチガチなんかちょっと嫌だな、その表現が。いや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 、それは普通でしょう。さあもうこれ調校せずとも、もうほぼほぼ次の曲で最終ですね。もう多分2分ないぐらいじゃないですか。じゃあもう2分ない、これプラス次の曲プラス1曲でしょ。そうですね、ただこれ早く曲が終わるともしかしたら残り最オーラスともう1曲あるかも。この曲はもう終わるから。うわなんだあるが、これすげえな。パーピンがどんどん吸収されて、しかもいいシャンテンっていう。そうです、パーピンが、パーピン順からになりました。逆に9万がちょっと危ないんじゃない。そうですね、順から VS 順から、テンパイしちゃったら順から VS 順からどう。3万とかね引いたら9万ぐらいいってもおかしくない。そうですね、しかも行かないか、ノーテンバップ取り行かないかな。大丈夫、3万山にないですね。そうか、大丈夫そうですね。数万、数万ポンテン取りますかこれ。取っても別にそんなに、まあ僕は取らないですけど、はい、数万残り1枚ではあるんですが、ビビったる。さあ、さあというわけで次が最終局になりました。ギリギリ間に合わず、最高間に合わず、ハイを上げるまでギリギリ間に合いません。
さあというわけでオーラスになります。親はあるが2本馬と強託2本で、これ条件確認しなくていいのかな。条件確認しましょう。条件確認、ね、ドラがシャーとなります。さあ最終局です。豊田さん素早い素早い点数を。はい。さあまずは下石が3万2000の強託2本で、2本馬なので、これ1本馬300点でしか計算してくれないので10本馬表記にします。そうなんだね。はい。さあそして坪井が28,200点、アルガが23,600点と。さあというわけで、お、なんか間違えてる。なんだ。どこだ。どこだ。教託か。教託が間違えてた。よいしょい。さあ現状、下石からまずいきましょう。下石は現在トータル2着です。で、下石がトータルトップになるには坪井さんからの、まあ、6400直撃と、一応 5% 直もありますが、まあ、この点数はね、なかなかあれなんで、64直撃、坪井から64直撃、下石さん、坪井さんから6400の直撃で坪井さん3着に落とせば OK と、坪井さん、下石さんは坪井さんから、5800以上直撃すればトータルトップになります。現在トータル2位。そしてさあ大中さんですが、坪井さんから100,000直撃ですね。大中さんは100,000直撃です。はい、大中さんは坪井さんから100,000直撃でトータルトップ。そしてトータル2着になるのは、バイマンどっからでも、もしくは、ハネマンツモでもトータル2着にはなります。お、それは現実的だな。そうですね、現実的ですね。さあそしてアルガさんは、まあ親で2000オールを積もればトータル1位に返り咲きとなります。2000オール。この曲で終わりだからね。ああ、そうだ、ごめんなさい、オールの方見間違えてました。700オールです。700オールで、トータル1位返り咲きで、下石さんから、1500点出上がるとトータル2着にはなれます。アルガ700オールでいいんですか。700オールでいいですね。アルガすごいなこれ。700オールで、OK ですね。さあなんだ、そうか、下石をまくればいいのか。ごめんなさい、誰の条件でしょうか。ちょっと今インカムでやり取りしてますね。はいはい、坪井さんは、坪井さんは大中さんに倍満打つと、まあダメですね、もうラスになって全然ダメです。坪井さんに倍満はもう打っちゃダメです。というか坪井さん、3着に落ちるとどうだ。23着に落ちるのは大丈夫か。坪井さんは何点補充がダメだ。さあ、坪井なんちゃの、はい、さあそして、アルガですけども、3900だと、坪井大中から出上がりでも大丈夫です。さあでは対局者の皆さんが準備できたのでレッツゴーといきましょう。さあ坪井は並びがこのままだと、3着になるのは大丈夫そうですね。ただし、そうですね、アルガは条件軽いんですね。アルガはめちゃくちゃ軽いですね。もうトップになると50プラスされて、坪井の着順も落ちるので70、坪井がもう70変わっちゃうので余裕でいきますね。まあ2着1着だもんね、アルガね。はい、もうアルガはでも
ちょっと単品系で500オールは買わないんだよな。でもな700オールなんだな。面前で作りたいですね。ドラが使えないんで多分。確かに。ドイツ人じゃない限りは。さあどうなるんでしょうこのオラス。アルが直撃は何点？アルが直撃だと、直撃なんですけど8000点か。直撃してもアルが結局下石をまくんないといけないので3000、4000、5000、はい、いや変わるな。直撃だったら直撃だと6000、7000、8000変わるから6、4、8、4差だから直撃だと1500で変わるな。つぼいからつぼいから直撃だと何点でも OK だな。いやつぼい直はあ変わんないか。変わんないん。あ変わんないだ。下石をまくないといけない。下石をまくないといけないのでつぼいから直撃も3900ですね。そうか、はい、そうね。そうですね。ただし角だと2本馬なので、うん、700オールで全然大丈夫と。なるほど。さあ現在これは、3組目シータクの模様をお届けしています。シータクの最終戦オーラス最終局です。時間が来たのであるが今赤馬引いて、おこれで仕掛けていけるようになりますね。角条件を見るならば1000、ね、オールになる。タイヤ若い地の1000オールになるんで。はい、さあドラガシャ、さあアルガは 手組的にも条件は余裕と。大中は羽つも条件なんでリーズも3色ドラドラ。おっとそうですね。大中もこれイーマにくっつくとね、はい、ウーマにくっついても面ピンツん？ピンフ？大中はピンフだよね。面ピンツもドラドラ裏、ね、大中もトータル2着までの可能性ありますね。そうですね、可能性もある手配ですよ。大中イーマかウーマにくっついたらこれウーマンだったらあれかな、あの ピンフにならないといけないんで、はい、ツーマンかローマンで、イーマンだったらあの2万か3万か、ね、イーマン引いてもリーズもドラ3でリーズも123シャンパンでもリーチかな。しかし大中の欲しい3万がここに3枚もあるんですね。おつぼいも自分で決めに行けれますね。これは完全インシャンテになりましたね。はい、あるあ下石いい形になりましたね。いい形。下石はただ条件結構きついんでしたっけ。下石がですね、下石はツモ何点だ、64の直撃5800以上の直撃 か、ツモだとこれもう役満なんですよ。結構きついね、はい、だから直撃狙いしかないですね。64直撃だとでもちょっと難しいな。そうなんですよ、ね、でも6チッパの3色 ドラがないんで。そうなんですよ、ピンフ3色でもダメだもんね。はい、おこれサブロス層でイーペーコーできたよ。さあリーズもピンフイーペーコードラドラでこれ積もるとこれトータル2着になります。トータル2着までいきます。サブロス層が1、あ今ここアルガに1枚きた。1、2、3、4、5、6、だから山1枚しかない。山1枚です。それ引き当てると3層がだからもう山にいないのかな。そうですね。なのでロース残り1枚の1枚のロース層を積もるとトータル2着になってワイルドカードが。そうですね。あ、あ、さあこれリーボーが出たんでちょっとそれも入力してみましょう。供託が出ましたのでこれで何か変わ、まああんま変わらなそうですね。そうですね、変わらないですね。質問者でもトータルトップなトータル2着になる打ち方をしないといけないですね。そうですね。まあうっかりつぼいが、あ、大中が、ああでもこれ教託自分のか、ダメだ。さあ大中はリーボーが出るとまあ上から3枚マン直でもトップにはなることはできます。下石今トータル2着目なんでしたっけ。そうですよね。そうです、下石が今トータル2着目。下石これ出たら上がってワイルドカード狙いヤウパービン。そうですね。さあ大中ハネマンツモで、あレオパービンじゃない、ウーパービンか。トータル2着までいけるぞハネマンツモでと思ったら、あれあるがいつの間にローソワンコになってる。あ、もうなくなっちゃった。なくなってますね。さすが大中さん。大中さん切ないね、力込めてるんだけどね。確かに今ありません。エクセル見てたらいつの間にかローソがなくなってる。切ねえ、切ねえよ。これ下石は今トータル2着、あ、パーピン出た、3色上がってとワイルドカード狙い。そうですね、3900、6900、はい、3969。さあというわけでトータルトップは坪井さんとなりまして、ワイルドカードの権利は
下石さん。下石さんでした。ダブル、また連続でワイルドカードいっちゃうんですかね、これ。これ、唯一のね、アマチュアの坪井さんが、確かに。今日って大したことないねみたいな感じになっちゃいましたからね。これちょっと、向こう行って、行きますか？歌わせてみますか、坪井さん。では、行っちゃいましょう。しかし、2人、結構切ってたしな。そうね。こなしましょう。お待ちください。お待ちください。視聴者いました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。緊張しました本当に。緊張しました。最終戦やりましたね。まあまあちょっと最後にちょっと取っておきましょうよ。さあというわけで、ちょっとトータルポイントを下から順に伺っていこうかなと思います。どんまい。どんまい。いや、よくやったよ。いや、そうね、内容があんまよくない。よくやったよ。ちょっと待ってください。内容あんまりって言ってましたよ。内容がよくなかった。よくなかったって言ったんですよ。あんまりって言うと、なんかそこそこかなみたいな。視聴者の方勘違いしちゃった。はい、厳しいですね。でも最後ね、積もったらトータル2着までなるんだけど、まあ言うてこんなん誰でも作れますからね、こんなん。ただ、順から。ただ順から。ただ順からとはいえね、まあとりあえず曲げるんですけど、いや、メンピニーペーコーを思うもんなんですけど、メンピツもイーペーコー、トロトロ、そう、どっちに積もっても確定なんで。あ、もうあるの、条件。そうです。で、アルガさんが一発で掴んで、さらにもう一回持ってきて終了と。そうですね。これ供託出るとどうなるんですかって言ってエクセルしてたら、いつの間にかもう一枚引いてもう終了してました。そして気づいたら終了しました。あ、もうなくなっちゃった。もう出る形になった。さすが尾長さん、流れが悪いんです。なくなったは出ない。でも最後だけ吹けばトータル2着だなと思ったのに。そうですね。結局やっぱダメでしたね。まあちょっとまあドラの短期ね、上がれずにさらに一層補充するっていう悲しいね。短期にできんかね、しかし。あれ、あの瞬間全米が泣いてましたから。あー、よかったわ。流せましたね。しょうがないんですよ。そこから流れがグッと悪くなったんですね。確かに。まあまたぜひ。すみませんでした。川口店の皆さん、すみませんでした。あと、アレミの代表の大分からに。いや、でも月島さん勝って、他人マネージャーもどうせ勝つんで。あ、そうです。どうせ勝つんで。だから逆に謝らない。そうそう。はい、カメラにどうぞ。はい、おじさん、すいませんでした。はい、すいませんでした。はい、すいませんでした。さあ、そしてトータル3にアルガさん、オープニングでなんて言ってましたっけ。はい、なんでしょう。ガチ疲れしてるじゃないですか。ちょっと予定より、はい、タクの進行が遅くてね、やっぱ最後残り時間を気にして焦っちゃった感もありますよね。下茶がね、うまい具合に遅延構造時間がない。そういうのじゃない、そういうのじゃない。いや、なんか悪者作ろうかな。ずっと遅延声だ、遅延声だ。いや、もう我々がうまいこと時間使ってくるんですよね。いや、まあ、いやでも勝つためには仕方ない、ね。まあ、最後親一回できたんでね、まあ、望みがあってよかったですね。そう、700ホールで OK でしたら、日本までね。そうですね。はい、しかももう赤もあって、あと何でも OK みたいな感じでしたよね。まあただ振り手になっちゃってるね、これね。まあいいピンがね。まあしゃあないです。まあしょうがないです。もういいんですけど、はい、はい、次はいいピン捉えましょうね。捉えられない、捉えられない。頑張るよ。すいませんでした、すいませんでした。さあ、確かに。さあ、そしてまたワイルドカードの権利を激切りましたよ、下石さん。まあ、そう、最後ね、2着額の上がりをしましたね。いや、まあしょうがないよね。しょうがないですか。いや、しょうがない、しょうがない。だって条件も100万だもんね。そうですね。つも直撃、あ、そうですね、直撃8000、まあ 5% 以上なんですけど。そうですね、まあ64が大体の見逃し、つもぎりリーチとかもね、ありっちゃありだけど。いや、まあ下さすがに、そうですね、そうですね、さすがにワイルドカードでいい思いしちゃって、甘い蜜吸もう一回吸っちゃうかなみたいな。もう一回甘い蜜吸っちゃうかな。持ってるところ見せたいんやね。はい、なんか5分の1ですよね。そうですね。っていうか、もう次、今日またワイルドカード引いたら、もう決勝シードでいいです。スーパーワイルドカード。あれ、誰かが引くんですか。僕が引くことになってます。よろしくお願いします。1万円出すと中身が5個しか入ってないんですけど、それが6個になるんですよ。あ、1万円出すと1個増やせる。1個になるんじゃなくてですか。いや、1個になるのは100万円からです。割に合わないですね。まあ、いろいろ考えて押し引きしてください。わかりました。さあ、そして見事、はい、トータルトップアマチュアの坪井さんでした。はい、どうぞ。すごーい、どうぞ。坪井くん、坪井じゃない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 。まあ途中だいぶぬるい打敗もあったけども
まあでも周りがもっとぬるかったですから、ね、まあ、まあまあまあね、わーい、すごいこと言うな、プロ相手にすごいな。でもすごいですよ、あの突発浦さん上がったじゃないですか、はいはい、もうあれ開ける前に浦さんって言ってましたから、ね、浦さん、これマジっす、これ本当です。いやこれね、解説、あの実況がぬるくてね、はい、あのリーチ言った瞬間にこれ浦市なんで3900点ですねって言ってたんですよ。これ浦さんだったら、ね、本人は浦さんの気満々で予言浦さんしてましたからね。バンガンバンガンって言ってました。バンガンバンガンって、それ CM じゃん、CM じゃん、CM じゃん、強っ。いやー、それ仕入れましたね。どうでした、浦さんだった時。それでちょっと折れちゃったんですよ。そうですね、開ける前に言われちゃったんですよ。乗るわけねえだろ、乗るわけねえだろ、そうしたら乗っちゃったんですよ。乗っちゃうんですよ。あ、おみたいな。止めるよね、大体あんななんはね。普通はね、止めてもよかったんですけどね、まあ、がっちり止めてましたね。めっちゃ止めてた、またね。今回も止めてたよ。だって浦さんだもん。ちょっと勝ったら調子乗りやがって、ね、いやもう本当にこんなもうすごい3人と出て勝てて頑張ります。はい、はい、ぜひ本戦でも本戦荒らしちゃってくださいよ、はい、もう浦さんやります。浦さんやります。浦さんボーイ、浦さんのマッサージに行きましょう。すげえダセ。さあというわけで谷さんどうでしたか、全体的に。いや面白かったですね、あの大中さんのね、つかみっぷりと、そうですね、はい、あとテンパって山にほとんどいないっていう、そして、ね、あの負のスパイラルが、ね、とても見てて見応えがありましたね。はい、小中さん仕掛けるとね、なんかもう全部ほとんど当たり入って、当たり入ありましたね、手配7枚中6枚当たり入ってあのサブローピンの時だね、サブローピン今の時で、そう、あとなんだっけ、はいはい、ウッパーソーも当たりで、はい、手配7枚中6枚が当たり入っていうシーン、めっちゃ面白いな。そう、なんとか耐えてましたね。ドラマがありましたね。そうですね、面白かった。アルガさん止めすぎ。いや本当にやばい。いや面白かったですね。僕がドラ探検の時スッチーマン何枚いました？2枚なかったんだけど、スッチーマン。スッチーマンね、なかった。山によ、いや、いや、いたんすか。山にいましたよ、2枚ぐらい。2枚ぐらいだったと思いますね。はい、ドラって何枚いたんですか。ドラはもう1枚しかない。そう、ラス1がたまたま出て、そう、その後イースを持っていく。しょうがないです、しょうがないです。じゃあもうしょうがない。タイムシフトで勝った。タイムシフト。いやもう出ないな、タイムシフト。まあ運も邪力のうちなんで。確かに。ミスでるか。というわけで、ね、見事、はい、優勝はなんと唯一アマチュアの、はい、正明さんでした。ありがとうございま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 した。さあというわけでこの後、予選第二次予選 D 卓。まあ、4回戦の方を見ていきたいと思います。あれ打っちゃう人ですね。あ、ちょっともうね、すでに疲れてるんです。早いです。今からちょっと得意の栄養ドリンクで、確かにもう一回ムチ入れて頑張りたいと思います。ちょっと3分ぐらいでやりたいと思う。はい、ちょっと押してますもんね。そうですね、ちょっとね、あの次のメンツ結構ね、アマチュアの2人が強いんで、そうですね、負けないように頑張りたいと思います。確かに、はい、僕の分もお願いします。まあ、任せてください。おさあ、お母さん見てるんで。なるほど。お母さん、頑張ります。ガチっぽい、頑張ります。さあ、というわけで、そんなお母さんも見てる予選 D タグの方を見たいと思いますが、準備がありますので、一旦 CM をまた挟ませていただきたいと思います。じゃあ、皆様では最後まで。またねー、また見てねー。参りました。